ということで、改めまして第9回、ひとりさんファンクラブ展寺子屋お茶会をただいまより開催いたします。はい、いつも通りですね、お題はひとりさんの教えでいいこと、良かったこと、そしてひとりさんのサプリを飲んで良かったこと、そしてね、くじ切りの感想でいい感想、そしてひとりさんに助けられた話、救われた話、明るくて楽しくていい話をしてください。参加費は1000円です。で、同じ1000円でもね、喋らない方はポイントはもらえません。ポイントをつけた方はここでね、5分間喋っていただきますからね。で、スタンプ20マスあります。10個貯まると準講師、そして20個貯まるとひとりさんから認定された認定講師になりますのでね、皆さんね、認定講師目指して頑張ってください。あとね、他流試合といって、他のマルカンさんのお店に行って、他流試合ができます。そうした場合はね、早くスタンプがたまりますんで、ぜひね、ここだけじゃなくて他のね、マルカンのお店さんにもね、足しげく通ってね、早くスタンプを貯めていただきたいと思います。はい、そして、スタートって言います。ここに立ったらスタート、そしたらタイムキーパーがスタートを押します。そして以上と言ったら止めます。で、4分から5分の間に終わった方は万歳3回、それ以外の方は絶好調っていう感じでね、締めくくりますからね。そして神時間です。神様の時間、4分59秒で以上と言った方は神時間となります。それも神時間に出たらね、その場で神時間カードをお渡ししますのでね、皆さん神時間もね、狙いながら楽しくやっていただきたいと思います。はい、それではね、早速始めたいと思います。トップバッターの先生をお呼びさせていただきます。星野、認定講師の星野隆二先生です。よろしくお願いいたします。よーい、スタート。はい、感謝しております。東京都江戸川区船堀で、マルカンのお店八千商店をやっております、八千と申します。よろしくお願いいたします。ひとりさんの、お話でよく勉強のことをよく話されてて、まあ、私、これちょっとひとりさんと関係が直接あるのかどうか分からないですけど、私 と、子ども時代の、僕の勉強の話をちょっとしたいと思います。私はですね、江戸川区で生まれて、公立の、小学校と、ね、中学校に行ってたんですけど、中学2年生まで、全く勉強してませんでした。でね、九九を覚えたのが5年生です。で、それまでは全然覚える気がなくて、でね、まあ、先生からですね、バカと呼ばれてましてですね、まあ別にそれはそれ何とも思わないんですけどね、まあ、そのくらい遊んでばっかりいたんですけどね。で、中学に入った時は、金八先生ってドラマがあったのを覚えてると思うんですが、ちょうど時代でですね、マッチとかですね、杉田薫とか荻野目恵子とか、あの辺が僕と同じ同級生というか同じくらいだったんですけどね、まあ、ドラマでもあったんですけど、私が中学生の時はですね、まあ、江戸川区の中学校っていうのはあれに荒れ放題というか、まあすごかったです。でね、まあ、ご多分に漏れず僕もまあ、いじめとかですね、そういった類のものがありまして、まあ、ちょっとね、学校に行きたくないなって思っててですね、で、まあ、母親にちょっと相談したことがあるんですね。ちょっと僕学校行きたくないなとかって言ったんですけど、当時ね、母親が言ったのはなって、あと1年我慢すれば卒業できるよねっていう話で、でもね、僕今考えてみて、まあ、今ひとりさんの話を聞いたら多分ね、学校行かなくていいよとかね、ゲームやりたきゃやってりゃいいよって話だったと思うんですけど、まあ、当時ね、もう40年以上前なんですけどね、当時ね、学校に行かないっていうのはね、もうほとんどね、社会からね、もう変態扱いですね。だから当時の母親としては、自分の子供がやっぱりそういうなんかね、ま、町内でこうなんか指を刺されるような人間になってほしくなかったんだろうなと思って、僕はね、その時の母親のね、言葉ってね、もう最大限の愛だったと思うんです。でね、まあ、僕はその時に学校にまあ行きたくなかったんですけど、そのね、ずっとやってなかったね、勉強をね、ちょっとね、やってみようかなと思ってね、中学3年の時だけね、結構やりました。
でね、まあ、偏差値を倍にして、それでね、あの高校、まあ、千葉の私立の高校だったんですけど、補欠で受かったんですね。で、まあ、補欠で受かっちゃったんで、まあ、ちょっと真面目にやんないとみんなから遅れちゃうなと思って、高校1年の時は、ね、結構真面目にやりました。そしたらね、なんかあのね、あのクラスでトップになっちゃって、で2年になったらね、あの選抜クラスって言ってですね、当時はあの一浪して大学に入るのが普通だったんですけど、それをね現役で入るっていうね、あのクラスになってね、スピードが倍であの授業を進めるっていうクラスに入ったんですけどね、まあ、その時にね思ったんですけどね、なんかねちょっとやったらこんなことまで行っちゃうから大したことねえなと思って、まあね、あのそれでまたあの勉強をやめちゃいました。それであの高校2年とかですね、3年の時になったら、まあ、勉強はしないでですね、クラスの後ろの方でですね、あのお金をかけて、まあ、トランプとかですね、花札とかそういうのをずっと興じてですね、まあ、そういうあの学校生活だしね、まあ、あのだから勉強っていうのは、いらない人にはいらないし、必要な人には必要かもしれないし、まあ、それぞれのタイミングでですね、まあ、あの勉強をやっていただければね、皆さんいいんじゃないかなと思います。以上です。残り44秒です。よし、まあまあですね。万歳万歳万歳、よっしゃありがとうございます。星野認定講師の星野雄二先生でした。ありがとうございます。それでは続きまして、次の先生をご紹介させていただきます。田口泉先生です。よろしくお願いいたします。用意スタート。千葉県の、柏市から参りました、田口泉と申します。よろしくお願いします。先週は、お盆で、あの皆さんおじいちゃんおばあちゃんの夏、あの懐かしい、あのお話をされておりまして、前あの聞いた話で、あのご先祖様を喜ばせるというか、最大の先祖供養はお墓参りよりすごいものがあって、そのご先祖様からあの子は私たちのできないことをやり遂げてるって思われた瞬間に、あの先祖供養ができるっていう、あの話を聞いたことがありまして、まあ、花江社長流に言ったらすごいじゃん、やるじゃんっていう感じなのかなって思うんですね。で、宮本真由美社長もなんか先祖のレベル、魂レベルを上げる話をされてまして、でピラミッド状になってて、私たちはその一番上にいて、その一番上、そのピラミッドの上にいる、その私たちがそのワクワクしたり楽しいことをすれば、自分のレベルが上がると同時に、その下にいる先祖たちもぐっとこう引っ張られるように、あのレベルが上がるっていうお話をされてまして、ちょっと合ってるかどうかわからないんですけども、でそのこう2つが悲しいと兼ね備えられたら、あの最強だなと思った時に、寺子屋お茶会がなんか その役割を果たしてて、多分、ね、ご先祖の中でもカーネギーホールの舞台に立てたのは私くらいで、なんかなんかそのまあニューヨークの、まあ、カーネギーホールはコロナで、なんかあの臨時休業らしくて、でもひとりさんマジックにかかったら、まあ、江戸川区のカーネギーホールはちょっと大盛況 で、あとその、まあ、私はなんか
世間ではコロナ禍で、楽しみがなくなったとかいう話も聞きますけど、ひとりさんマジックにかかったら寺子屋のお茶会が毎週開催されるっていう楽しみが増えるし、やっぱりみんなの話を聞きまして幸せになるので、ワクワクするので先祖供養にもなっているかと思って、でそのやっぱりしのぎを削るカーネギーホールの舞台に立つのはすごい、ね、こういろんな留学したりライバルと激しい戦いをするんですけど、ありがたいことにそのファンクラブ展で、あ、来週も参加させていただきます、あ、わかりましたって言ってすぐに舞台に立たせてもらってってそれでかかるお金は電車賃と1000円ぐらい で、皆さんこう先祖がもう何ですか、その皆さんのご先祖も私のご先祖もこの座席に多分来てて、魂が浄化されてるのが見えるような見えないようなそれで、でもこう先祖もソーシャルディスタンスを取ってってコロナ対策もなんか万全だのが見えるような見えないようなで、今日もひとりさんのおかげで私もここでちょっと、ちょっと君まろ漫談風に、やありがとう、田口泉先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。認定講師の丹野智子先生です。よろしくお願いいたします。スタート。ひとりさんファンクラブまな弟子の丹野智子です。よろしくお願いします。今日はひとりさんから教わった幸せの一本道のお話をします。幸せの一本道の私バージョンです。幸せの一本道というのは、人生いろいろ岐路があって紆余曲折があったように思っても、死ぬ前に人生を振り返ってみると幸せの一本道だった一本道になってるんだよっていうお話なんですけれども、私、ここまでの半生振り返って、本当に幸せの一本道だったなっていろいろ私なりにあったんですけども、そう思うのでそのことをお話しさせていただきます。私は、学生時代は割と順調に来て、初めてちゃんと、あ、すごい挫折したなって思ったのはやっぱり社会に出てからなんですけども、私は接客業が好きで、学校を出てから航空会社に勤めて国際線に乗務してました。で、その時に、すっごい本当に仕事できなくって、あれ学校生活は結構普通だったのに、なんで私こんなに仕事できないんだろうっていう、そこですごい挫折感を味わいました。で、ただそんな中でもやっぱりお客様と接するのが楽しいし、でなんかずっ とやっぱりやめちゃいけないっていうか続けたいなっていう気持ちがあったので、ちょっと長くいたんですけども、そうしてるうちにファーストクラスを担当したり、あと、パーサーとかチーフパーサーやるようになってだんだん上に上がっていって、で中でもファーストクラスを担当するのがすごく楽しかったんですね。でそれは何でかっていうと、心の豊かな人がたくさん、お客様に乗ってらっしゃって、そういう方々と接したりお話をするのがとても楽しかったからです。でどこの他のクラスでもそういう方はいらっしゃるんですけれども、ファーストクラスはそういう方がいらっしゃる割合がとても高いなということを感じていて、で率先してファーストクラス担当させてもらって、そういう機会をいただいていました。で、ですね、私それまではそういうのはあんまり考えないで生きてきたんですけれども、すごく器が大きいというか、本当にちょっとしたミスでも全然咎められなかったりとか、例えば私
お手洗いをお掃除するためにノックしてから入るんですけども、ちょっとノックのタイミングが早かったみたいで、ノックしてバーッと開けたらお客様は女性の方が入ってらっしゃったんです。で、すごい、申し訳ありませんって言って謝ってドア閉めて、で出てらっしゃったらちゃんと謝ろうと思ってすごい緊張して待ってたんですけども、でその女性の方は出てらっしゃったら出てらっしゃった途端にもごめんなさいね、私がちゃんと鍵かけなかったから本当に悪かったわ、気にしないでねなんて言ってくださって、そういう声のかけられる方って本当に素敵だなというように思いました。であとは、すごいちっちゃいことなんですけども、朝食のサービスでジャムが何種類もあったりバターとかすごいいっぱいあるんですけども、私だったら1種類ずつ全部もらって味見しようとかって思うんですけども、そういう方は、私と主人と1つでいいわって、こんなにいっぱい食べきれないから1つでいいのって小さいものを大切にする気持ちとか、そういうのにも本当に感動して、ですので私CA 生活はちょっと辛いことも多かったんですけども、そういう心の豊かな方に憧れるようになったということがとても良かったので、意味があったこと、幸せの一本道につながっているなと思いました。で次の、ものは私これまでもお話してるんですけれども、結婚してたので、子供が生まれて、で子育てが上手にできなくってちょっと辛かったんですけれども、そのおかげで、北砂のついてる神社に行くことができて、それもいい方につながってます。であとは数年前に、幸せな結婚を卒業して、今もっと幸せな一人の自由な生活になってるんですけれども、そこを振り返っても幸せの一本道になってます。でこんな感じで、今までの半生を振り返っただけでも、ちょっと大変だったな、やばかったかなって思うようなことも全部いい方に行ってて、ひとりさんに教えてもらった通りだったなということを感じてます。で残りの人生なんですけども、本当は幸せの一本道って死ぬ前に振り返ると、そうなってたっていうのが分かるんだと思うんですけども、私たちはもうあらかじめもう せーの、絶好調。ありがとうございました。認定講師の菅野智子先生でした。続きまして先生をご紹介させていただきます。認定講師の山本義雄先生です。よろしくお願いいたします。それでは用意スタート。ひとりさんファンクラブ店の総塾長をさせていただいております山本義雄、山ちゃんです。よろしくお願いいたします。今日は、好きなことをたくさん作ると人生良くなるっていうお話です。以前ひとりさんがですね、好きなものはどんどん増やしな、そして、嫌なこと嫌いなものはどんどん減らしな、そうすると、好きなことがだらけになって人生良くなるよっておっしゃっていました。山ちゃんもね、好きなことたくさんあります。たくさんある中でね、一番大好きなのは、ひとりさんがご紹介しています大衆演劇役者の小井川淳也先生です。初めて見たのはね、約3年前、福島の、夢桜さんっていうね、劇場がありまして、そこでね淳也先生の舞踊ショーがやるよということで東京でツアーを組みましてですね、車でねみんなでね見に行きました。これがすごいんです。踊りを見て感動して、その感動のあまりに涙を流したのは初めてです。でひとりさんがね淳也先生の舞を天の舞というぐらい神々しいんです。で、ひとりさんがねそれとは別にね淳也先生にね歌をプレゼントされてるんです。この歌が素晴らしい。女は女以上、男は男以上、それが私の舞。あのね淳也先生ってね女方と男方と両方踊るんですけども、女方の時はねすっごく美しいんです。もう指の先まですっごく美しくてね見とれてしまうぐらい美しいんです。で男のバージョンの時はねとにかくかっこいい。踊りの途中でね決め顔でねバシッと決めるんです。バシッと決めた時目線が合うとねそこがねキャーと盛り上がるんです。本当に。でね、ゲストがいる場合はねたくさんの人たちで踊るんですけども、ゲストがいない日もあるんです。そうするとね一人会って言って淳也先生一人で踊るんです。その時すごいですよ。一曲終わるじゃないですか、着替えにね袖に帰るんです。
ものの30秒も経たないうちにね、全身着替えて出てくるんです。あれは神業ですよ。もうそれだけでもね、見る価値があります。で、ショーが終わるとね、送り出しっていうのがあるんですよ。あのファンの人たちに一人一人握手をして一緒に写真を撮るというね、ファンサービスなんですけども、これがまたねたまらないんです、ファンにとっては。で、山ちゃんはねその送り出しを真似して店でやってみたんです。あの商品を買ってくれたお客様がね、帰る時にね、入り口まで行って行ってね、あのニコって言われてね、ありがとうございましたって言ったりね、時にはねお店の外まで出て手を振ってね、行ってらっしゃいって言いながら見送ったりね。でもそれね、ただの真似なんですけど、真似してるとね楽しいんです。で、そういう時の方がなぜか売り上げがどんどん上がっていくんです。で、ひとりさんがね、今の時代は楽しいことをやると成功するよっておっしゃってた意味がね、すごくよく分かりました。で、まあ、このご時世なんでね、今は自粛モードなんで、純也先生の講演会もね、少しずつ数は減ってきてるんですけども、講演会されてない時は、なんと17ライブというのをね、ほぼ毎日やっております。夜8時から深夜まで。で、これね、スマホで見れる無料のアプリです。それでね、見れますんでね、ぜひそれもね、チェックしてみてください。で、純也先生のね、詳しい日程とかはね、なんと、ひとりさんのブログにもね、アップされてますんでね、ぜひひとりさんのブログもね、チェックされるといいと思います。で、純也先生はね、山ちゃんがね、本当に好きなものの一つなんですけども、実は最近、それ以外にも、もう一つ好きなことが増えました。それは何かと言いますと、この寺小屋お茶会です。もう毎週日曜日のこの時間が待ち遠しくて待ち遠しくて。で、ひとりさんのすごいところは、これいいよって紹介してくれたものがね、全部自分の好きなものになっちゃうんです。だからどんどん好きが増えていくんですよね。そう、だから今こうやって山ちゃんがね、もう幸せでね、毎日が楽しくいられるのね、本当にね、ひとりさんのおかげです。本当にひとりさん、ありがとうございました。これからもね、好きをね、どんどん増やしていきたいと思います。ありがとうございます。以上、おい、ある意味神時間。万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。はい、では続きます、先生をご紹介させていただきます。菅野浩太先生です。よろしくお願いいたします。よーい、スタート。あ、ファンクラブの菅野浩太です。こんにちは。そうですね、もうさっきからずっとここにいるんですけど、何を話せばいいかまだ決まってないんですけど、ちょっととりあえず話そうと思います。そうですね、自分は小学校の時から勉強が実は結構苦手で、で、そうですね、最初のうちはお母さんとかお父さんに結構なんか、いや勉強しなよとか、勉強しなとかいっぱい言われてたんですね。そんな時に初めてファンクラブに行って、その後ぐらいからお母さんとかお父さんが、まあ、なんかできないことはやらなくていいことかもしれないからねみたいな感じで、そのひとりさんのこう教えにどんどんお母さんとお父さんが染まっていってくれて、俺はもうなんかそんな楽しくて嬉しいじゃないですか。で、中学の時に自分すごいテストの点数が悪かったんですね。奇跡の社会で1点っていうのを取ったことがあります。そう、その時にその後にくらいですかね、保護者会があって、なんかこう最後にうちの息子はなんかこう点数が80何点でもうちょっと頑張ってもらいたいですみたいな、他のお母さんが言ってるらしいんですけど、うちのお母さんはまさかの、あ、うちの子供はすごい頑張って30点も取れてすごいんですみたいな言ってるらしいんですよ。で、そういう環境で育ってきたんで、自分が今人生で一番、今のこの20年間の人生で一番楽しいと思ってる高校時代があるんですけど、自分高校が埼玉のすごい山奥にある駅から1時間半ぐらい歩く自由の森学園っていうところに行ってたんですね。星野源とかが卒業した高校なんですけど、そこはすっごい自由で、もう授業も勝手に抜けていいし、で、体育ですっごい暑い日はじゃあ先生が川にみんなでじゃあちょっと涼み行こうかみたいな感じでこう行ったりして、で、生徒自身もみんな自由なんですけど、ちゃんと自分みたいなものがあって、ただなんか周りから見たらやっぱり自由な高校で、そんな
公立の高校に行ってる子たちからは理解されないことが多いんですけど、そういうすごい楽しい高校に行けたのもひとりさんがこう勉強のこととかをお母さんとかお父さんにいっぱい言ってくれたおかげだなと思ってます。ありがとうございます。以上。あ、めっちゃありますね。ありがとうございます。ありがとうございました。菅野浩太先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。認定講師の柴田早苗先生です。よろしくお願いいたします。はい、用意、スタート。皆さんこんにちは。感謝してます。ひとりさんファンクラブ店から来ました柴田早苗です。よろしくお願いいたします。今日は、私が、すごく幸せな世界にワープできたなって思う、きっかけを、お話ししたいと思います。天国言葉を続けていたっていうお話をします。まず天国言葉っていうのはひとり先生から教えていただいて8つの末広がりの言葉ですね。もう皆さんご存知な方も多いと思いますが、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますの8つの言葉です。でこの言葉を言ってるとどんどんいいことが起きてまた言いたくなるようなことが起きるんだよっていう教えていただきました。で、周りの人を見てごらんって、天国言葉言ってる人で不幸そうな人っていないよねって言って、で思ってなくてもいいんだよって暗記してそらんじられるようになってくださいっていうひとりさんのお話がありました。で私は最初そんな簡単なことで幸せになれるのかなって思ったりしたんですけど、ひとり先生の言うことだから間違いないと思って少しずつチャレンジしました。最初は全然覚えられなくて紙を見ながら家に帰って紙見ながら一つ一つ愛してます、ついてる、嬉しいってやってました。でちょっと覚えたかなと思って紙見ないでこうやってみるんですけど、あ、何だったっけみたいな、最初全然出てこなくて、まだまだ暗記はできないなと思いながらも、でも紙見ながらずっと続けてたんですね。でひとり先生 のお店に伺って、ひとり3回に出席した時にびっくりしたんですけど、司会の方がなんかでは最初天国言葉をみんなで唱えましょう、せーのって言ったらお客さんみんなでなんか愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますって言ってもう万歳ってしてたんですね。みんな暗記しててスラスラ話しててわあすごいなと思って、ひとり先生のまな弟子さんってすごいと思って、あ、私もあんな風になんかなりたいなって思って、本当にコツコツお家で気づいた時にやってました。で、それから5、6年経ちまして、やっぱりどん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 いいことが起きてきてるなって思います。こうしてね、今元気でこの場に立たせていただいていることも本当に奇跡だし、素敵なひとりさん の仲間の皆さんに出会えたことも奇跡だし、私がこうしてなんか天国言葉をやっぱり続けてたことでこのなんか天国のような波動、すごく幸せな明るい世界に来れたのかなって最近思っています。本当に最初はひとりさんの教えを知る前は地獄言葉が多かったし、ついてないなとか、自分は不幸だとか泣き言とか多い世界に住んでいました。家族とか、 なんかこう周りの人たちもそうだったんですけど、でもこう少しずつ少しずつ続けていたら本当に今は毎日楽しいですし、なんか体もすごい軽いなって思います。なんかどこに行くにもすごい軽い感じになってます。なのでやっぱりこの天国言葉を続けるってすっごい
ことだなと思います。まだきっとお客さんでひとりさんを知ったばかりの人はなかなかそらんじられない人もいるかもしれませんけど、私もそうでしたので安心して続けてみてください。きっと幸せの道に行けると思います。天国の道に行けると思います。以上です。残り31秒です。おーせーの、バンザーイバンザーイ、よっしゃー、ありがとうございました。認定講師の柴田早苗先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。堀内くるみ先生です。よろしくお願いいたします。ではスタート、ファンクラブの、メンバーの、くりちゃんことくりと申します。よろしくお願いいたします。今日は初めての顔出しということでものすごい緊張してます。それで、まだファンクラブ、ひとりさんを知って日が浅いということもあるので、ひとりさんと出会ってから、こういうことが重要なんだなということを4つ今心に留めています。1つが中国の話でサイレンスホースっていう話があって、何か自分に起こったことが後々振り返ってみるとすごくその時助けられてよかったと、そういう教えと通じるところがすごくひとりさんの話聞いててあって、でそれがまだまだひとりさんとの出会いから日にちが経ってないので、これからそういうのがどんどん分かってくるんだろうなという気持ちで楽しみに待っていることがまず一つ。そういう何か起こったことがたとえネガティブなことであっても自分にとって本当は良かったのでその方がっていう、そういった考え方ができるようになったってことですね。で、天国言葉が去年すごい運転中に話してたんですけど、今くじ切りしてます、毎日、はい、思いっきり気をつけてやってますでもう一つ、4つのうちのもう2つ目、顔のツヤの重要性、これは私もこのひとりさんのお話聞く前にはあまり意識してなかったんですが、私の仕事は海外の要人とかと出会ったりとか、そういういわゆる VIP の人とお会いすることが多いんですけど、みんなテカテカなんですよテカテカで、髪のない方が向こうの方男性とか多いんですけど、やっぱり頭もテカテカ、髪のない方もテカテカで、ある方はやっぱり女性なんかの方はツヤツヤなんで、髪も顔もテカテカな人は確かに良いなと思ってで、外側だけ塗ってもやっぱり内面のね、いろいろこう食べ物とかも注意しないとやっぱりこうなんで潤いみたいなの出てこないと思うので、あ、それは確かにあるなと、重要なんだなと思いました。あと4つのうち3つ目が、絶好調でなくても例えば元気って外国の人ってよく聞くんですよね、毎日、今日いまいちかなとか、あなたはとか、そういうやり取りはしょっちゅうあるんですけど、私も結構気分屋な方だったので、すごい最高って言われれば今日最悪とか極端だったんですよ。でも例えばひとりさんの話だと自分が 100% じゃなくて 20% でもレベル的に最高絶好調ってしちゃおうと、でその考え方が先ほど申し上げたような海外の方でやっぱりうまくいってる方たち、決して怒ってることって全部がいいわけじゃないんですよね、その方たちも。でも考え方がものすごいポジティブで前向きに何でも捉えていらっしゃるので、あ、それだなと思いました。なんでこれからの人生も自分の考え方や受け止め方次第で物事は良くも悪くもなると、なんでそれを自分に思い返し込ませちゃおうということの重要性っていうのが4つのうちの3つで、最後に振動数を上げる重要性、これはドキドキワクワクすることをいっぱいいっぱいやろうということで、これは本当に大切だなと思いました。でこれに関しては私以前から車のレースとかですね、車が大好きで、でオートバイとかも以前乗ってまして、で車はもちろん公道では出しませんが、
300キロぐらい出るんですね。で当然出しませんけど、まあ、乗ってる時のこう振動とか音でやっぱりこうドキドキするんですよ。やっぱり乗っててこう楽しめちゃうんですね。なのでそれはしんどさ上がるなと思いながら音楽とかも鳴らしておおいい感じみたいな感じで自分をちょっとこう上げるようなことをできるっていうことですとか、あと運動はクロスフィットっていうのをずっとやってまして、トライアスロン的なことをやります。時間が決まっててその間にどれだけのパフォーマンスができるかっていうのをやってるんですけど、それもしんどさが上がるよなと思ってやっています。あとはファッションとか美容とか、やっぱり普段からきちんとしてた方が自分も気持ちいいしと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。堀内くるみ先生でした。続きまして先生をご紹介させていただきます。鈴木美音子先生です。よろしくお願いいたします。鈴木美音子です。今日初めてです。本当にドキドキして地方から参りました。あ、ごめんなさい、忘れてました。ごめんなさい。用意スタート、お願いします。すみません、じゃあ最初からします。地方から参りました鈴木美音子です。よろしくお願いいたします。で、私は動画を一人さんの動画を見ていて、目から鱗のことが気になっていることがあったんです。それはコップ一杯のお水、コップ一杯のお水とダイヤモンドとどっち。私は絶対にコップだ、もうお水だと思っていたんです。そしたらダイヤモンドって、ああと思って、ああって思いました。だからもう本当に知らないことがたくさんあって、あと YouTube とか動画とか見せていただいて、もう今年本当のことは4月ぐらいからひとりさんのこと、もう私女性と思ってたんです、お名前をあれした時に。そしたらそれ男性だって大きい、ああそうなんだ、声は男性だったんだって、もうそれもびっくりしたのと同時に、あともう一つこれは言っていいのかちょっと私分からないんです、主人のことなんですけども、うちの主人はなしる地獄言葉が大好きなんです。朝から晩までこんなってやってるんです。でもうそれが嫌で嫌でずっと思ってて、でも天国言葉は私は紙を時々見ながら、ああと思いながら、ああ嫌だなと思いながら、でもずっと見てたら、ある時主人の言葉が軽やかに聞こえるんです。だからすごいと、ああこういうことがあるんだなって、もう本当にもう目から鱗と、それから幸せといっぱいの愛されてると、愛してるのも愛されてるのもみんなそうなんですけど、とても幸せな時間と、本当にありがとうございました。今ここに立ててるのがドキドキしてんの。私はどもりなんですけども、どもらないで喋れたって、これもまたすごいなと思って。ありがとうございます。で、何か言うんですよね。あ、ストップズの、あ、以上、ごめんなさい、みんな忘れてます。以上、ありがとうございます。30秒です。絶好調。ありがとうございました。鈴木美音子先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。認定講師の西山篤子先生です。よろしくお願いいたします。じゃあスタート。感謝してます。りょうちゃんの市原商店で今日まっちゃんいらっしゃってますけど、店でお世話になってる西山篤子です。たまちゃんの方がもう通称になっちゃってるので、たまちゃんです、よろしくお願いします。先週のがまさか YouTube 上がってないと思ってちょっと見て
で、まあ、一回上がったのも見たことあるんですけど、あ、自分の声、話し声って、あの、なんて言うんでしょう、自分が耳から聞くのと違うっていう話を聞いたことがあって、私もっと低い、すごい低いトーンで話してるのかと思ったら、あ、ああいう声してるんだっていうのと、結構自分の話し方ちょっと恥ずかしいんですけど聞いてて、あ、こういう話し方してるんだって結構勉強になったなと思って、やっぱり寺子屋お茶会って奥が深いなって思いました。あと、あの、本当にあのちょっとあの中国の歴史ドラマが好きで見てて、で再放送のものがあったんですけど、ちょっと母親が時たまはちょっと面白いことを言う人で、まあ、こういう人さんとかあんまり興味ないんですけど、あるあの将軍様が捕まるシーンがあって、あのほらほらって、この人は確かここで自分の言いたいことをはっきり言うから殺されずに済むのよねっていうのがあって、もちろんそれはセリフなんですけど、本当にその人が言ってるかどうかは分かんないにしても、ふっとやっぱり紀元前から人間ってちゃんと言いたいことちゃんと言ってないと生き残れなかったのかなってちょっと思って、あ、なんかやっぱり自分のことをきちんと伝える、きちんと言うっていうのはやっぱりいろんな面で必要なんだなってすごくちょっとこの頃感じてます。あとやっぱり伝え方、すごく話し方っていうのがやっぱりここで、あの自分は割と話せる方かなと思ってたんですけど、あのきちんと状況を伝えるとか相手に分かりやすく言うっていうのがやっぱりそれってなかなかあのできてないことも多いのかなと思って、本当にこの機会にこういうお勉強させていただいて本当にありがたいなって思ってます。で、あの先週ちょっと話がちょっと切れちゃったんですけれども、あのちょうどそのなんで、あのひとりさんの鎖を持って進んでいけばあの間違いないんだなっていう話の中で、お仕事をこうしてた中でちょっとこうやりすぎてしまって、ちょっとブレーキがかかった時の話でちょうど5分回ってしまったんですけど、本当にそのあの全然心臓とか悪くないにキュッてきた時に、あ、これまずいと思って、あのここで止まらないとやっぱり体を潰すんだなってすごく思って、そこでやっと、あ、これはもうちゃんとお仕事辞めなきゃって思ったんですね。で、あのそう思うと、あのちょっとただ自分も神様にすいません、ちょっと契約期間だけは体を持たせてくださいって言って、で本当にそれでこう辞めるまで、あの本当にその人のにその誰か呼ばれて本当にギリギリのとこで本当止まったんだなと思って、で実はあの本当は2月いっぱいだったんですけど、洋菓子売り場さんなんでホワイトデーがあるんで3月いっぱいまで1ヶ月だけ伸ばせないかって言われた時にもうすごい悩んだんですね。ですごく悩んだ時にどうしても断れなくて、で断れなかった自分をちょっとあの責めてしまったんですね。でいろいろ言ってくれた人にこうなんていうのかな、ごめんって断れなかったって言ったら、なんかもうみんな優しかったりとかして、うん、でもある人は本当にあの愛のある言い方でもうだからダメって言ったじゃんどうすんのって言われて、でもそう言われた時にやっぱり対処方法がまた自分で分かってきて、ちゃんとそのメーカーさんにその際あの体力持たないかもしれないけどどうしましょうって言ったら、その一言で解決策でシフトがちょっと楽になったりとか、ちょっとあのアレルギーで通っている病院の先生にアレルギーとは先生別なんですけどちょっとどうしましょうって言ったら、あのすごいいい先生で、あのってあの売り場が忙しいでも何でもあのダメなものはダメなんだって、どうしてもだったら電話しなさいって診断書書きますって言ってくださって、なんか気持ちがすごく楽になって、もう最後まで無事に仕事やり遂げられたんですけれども、あの本当に何て言うのかな、ひとりさんの、あ、ありがとうございます以上です。絶好調、ありがとうございます。ありがとうございました。認定講師の西山敦子先生でした。鈴木松先生をご紹介させていただきます。認定講師の森美幸先生です。よろしくお願いいたします。
横浜から来ました森美幸と申します。よろしくお願いします。お店をやってまして一番星みゆき商店といいます。よろしくお願いします。今日はですね、サプリの話をしようかなと思います。ずっと寺子屋お茶会とかをやってるとですね、サプリ そのいろんな細かい話も情報に入ってくるんですね。で、こんなことがあるんだなんていう知らなかったこととかもあったりして、やっぱりお茶会楽しいし情報も入るしいいなとかって、最近はすごく感じてます。で、私がそうこういうなんていうんですか、健康食品サプリっていうのを飲み出したのは、最初のきっかけは、結婚をして、で、知り合いになった人が有機ゲルマニウムっていうのを飲んでるよとかって言ってて、でそれをちょっと飲むと本当に体が楽になったんですね。で、そのうちにエビオスを飲むといいよとかって言われて、エビオスは普通に買えるから飲んで、で子供にもいいんだよなんて言ってて、で子供にも飲ませてたりしてたんですね。でそのうちにいろんなネットワークとかでサプリを売っている会社がたくさんたくさん出てくるようになって、そこの一部のサプリをいっぱい飲み始めるようになって、で20代とかはやっぱり体が割と健康だった割にはお腹がすぐ痛くなったりとか疲れたりとかっていうのが多かったんですけど、だんだんそういうのをやってるうちに割と元気になったなとか思ってるうちに、そのひとりさんに出会って、でひとりさんは最初愛弟子になりたくて入ったんですね。お店さん見つけて入ったので、まあサプリはいいかなと思ってたんです。でだけどサプリもあるので最初に初めて飲んだのがちょっと忘れちゃったんですけれども、だんだん飲み始めてるうちに、あと CD とかを聞いてるうちに万病一元論ですか、ひとりさんって、でそれを聞き始めて、ああそっか、腸を大事にしなきゃいけないんだって思って、でだんだん飲んでるうちに割と元気になり始めて疲れなくなって、で最近ですね、寺子屋お茶会をしているときにスリムド缶がいいんだっていう話が出て、でスリムド缶って最初からあるのですけれども、私が入ったときにはなんか違う新しいのがいろんなのが出てたんで飲んでなくて、で違うのを飲んでたんですね。で1回だけ飲んでみようと思ってもう何年も前に飲んだんですけど、その時は全然感じなかったんですよ。便秘気味ですけれども、飲んでみてもどうなのっていう感じがあったんですね。でこの前お茶会で聞いた時に、スリムド缶を飲むと足の裏がきれいになったっていう話があって、へえと思って、私ちょっと足の裏って割とガサガサしてて嫌だなっていう時があったんですね。それなんでよし飲んでみようと思ったら、その前の何年か前に飲んだ時は全然なんていうんですか、効果っていうのが感じなかったんですけれども、今飲み始めるとやっぱり腸の調子が良くて、で自分の体がこういう感じがいいんだなとかっていうのが分かるようになったんですね。で今まではやっぱり前に飲んだ時は全然感じなかった同じものが今良くなってるっていうのは、やっぱりその間中でいろんなサプリとかを飲んでますけれども、いいなと思ったのを飲んでるのが、で体が変化してるんだなっていうのを今すごく感じてます。でそうですね、ゴッドハート青汁とかっていうのも飲んだ時も、皆さんはすごいすごいいいよって言ったんですけど、私は逆に便秘になっちゃったんですね。であれなんて思ってたんですけど、今になるとすごくやっぱり調子が良くなってて、もう何年もこう飲んで飲み続けてるっていうことは、
ぱり体の調子を整えていいんだなと思いました。以上です。絶好調。ありがとうございました。認定コーチの森美由紀先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。準講師の北村智之先生です。よろしくお願いいたします。じゃあスタートで。感謝してます。新小岩から来ました北村です。恵美子社長と千葉社長のオンラインサロンで学んでます。私は以前もここで話したことあるんですけど、どうしてもやりたくなるゲームがありまして、スプラトゥーンっていうゲームなんですけど、今日はその話をしたいと思います。先週この場で最後のワンピースなんじゃないかっていう気づきが得られたんですけど、まずどんなゲームかって言いますと、4対4で鉄砲を持って打ち合う試合をするゲームなんですね。で、ゲームの画面上で試合始めるって押したら、コンピューターが実力が近そうな人を集めてきて試合をこうマッチングするんですけど、こう4人対4で1人は自分で、残りの7人はインターネット上を介して、集まってきた見知らぬ人ですけど、生身の人間です。生身の人間です。ただ会話はできないです。ナイスとカモンだけはできるんですけど、今行かない、ちょっと4人揃ってから行こうよ、ちょっとまだ時期早々とか、そういうことは言えないです。カモンとナイスしか言えないです。なので、戦況が悪くなったりとかして焦ってくるとですね、会話できないんで状況がよく分かんない。でもそんな時に使えるのがですね、なんとかなるなんですね。なんとかなるっていうのはですね、心のリセット術でして、なんかよく分かんないけど状況が悪いけど、なんとかなるなんとかなるって言ってると状況が良くなって逆転できたりとかもたまにするんですね。で、そもそもなんでそのゲームみんな一生懸命やるかっていう目的なんですけど、勝つとポイントがもらえて、負けるとポイントが下がりますと。で、ポイントが一定量たまるとランキングが上がって、その人の腕前を表すランキングが C ランク B ランク A って上がっていくんで、まあゲーマーの皆さんはそのランクを上げたいっていうところに全力を尽くすと、まあ私も上げたいと。で、コンピューターは実力の近い人を集めてくるんですけれども、そこは生身の人間なんでうまくいかない時も多々ありまして、まあ味方が弱すぎるとか敵が強すぎるとかなっちゃうとあっという間に負けちゃうんですね。まあそういう時にそれが連続するとやっぱ怒っちゃうわけですよ。やっぱなんか不公平だと、だからランクが上がらないって愚痴りたくなるんですけれども、そこをやっぱそこで怒らない、自分を許す、他人を許す上機嫌の修行なのかなと思って、どんだけ自分がへましてね、負けてもまあいっかと、他人がへっぽこで負けてもまあいっかと、でそうやって許す修行なのかなって思うんですね。で、なんとかなる上機嫌の修行、まあいっか、総動員して実力が上がったのかっていうと、めちゃめちゃ下がりました。3ランク下がりました。なぜか新型コロナウイルスの影響で会社が休みになったり学校で休みになったりして、一部の人のゲームのプレイ時間がめちゃめちゃ上がったんですね。そうすると私のプレイ時間で1日30分とか1時間なんで、相対的に実力が下がりましたと。そうした時に先週ここで気づきが得られたのがですね、四辻慎吾先生がおっしゃった負け嫌いなら人生勝てる。ありがとうございます。私の人生、ご飯とか寝る場所を稼がせていただいているのはゲームじゃなくて仕事だったんですね。そっちで勝てればよくて、ゲームの世界のシューティングゲームの世界っていうのは負けていいんだと、そのお金を稼ぐ方で勝てればよくて、ゲームはもう潔く負けようと、そういう仕様なんだなっていうことに先週気づかせていただきました。四辻先生ありがとうございます。以上です。短い。せーの、絶好調。ありがとうございました。準講師の北村智之先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。オフィス花江様の店長でもあります認定講師の内ヶ崎隆彦先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よーい、スタート。感謝します。オフィス花江の、ひと
とりさんファンクラブ出身、オフィス花江のうちです。よろしくお願いします。今日はですね、この間の、共に歩むの続きの前に、一番大切なこと、一番大切な気づきを話したいと思います。ですね、これはすぐ終わってしまうんですけども、本当にひとりさんのおかげさまで明るくて楽しくて幸せな人生になりました。本当にありがとうございます。それで、本当に何をやってもおかげさまで何をやっても楽しくなりました。何もなくて例えばのびのび自由にしてるときはもちろん楽しいんですけども、何かあったときとか急なこととか、例えば急にこれをやることになったりとか、思いがけないことがあってもなんか笑えちゃう感じになったりとか、ノリでじゃあ一丁やってみようって思うようになったりとか、積極的に前へ前へ行こうって思えるようになったりとかで、一見ああってなっちゃうようなこともその瞬間はなるかもしれないんですけども、よくよく考えればあこれは幸せ、これがあったから今があるんだなとか、幸せだよなとか、あこのドキドキが自分を成長させてくれるようなとか、そう思えるようにおかげさまでなりました。はい。それで本当ひとりさんのおかげさまで僕は、まあ、最初もともとこうなりたいとか夢はあったんですけども、一番はやっぱりいつまでも若くて綺麗でいたいっていうのと、あとですね、おかげさまで、あとですね、花江社長に出会い、美開運メイクを教えていただきまして、男が化粧って最初やっぱり思ってたんですけども、やってみるとすっごい楽しくて、で今マスク生活でお化粧メイクし、ね、マスクついちゃうんでしない時期もあったんですけども、やっぱりする時としてる時と、ちなみに今日はしてるんですけども、全然気持ちも違うし、なんか違うんですよね。やっぱこれは大事だなってなったりとか、これね、多分レディースの服なんですけども、メンズの服ってあんまりカラフルなのがないんですけども、花江社長からビッグバンっていう K-POP のグループの一番人気のすごいおしゃれな G ドラゴンって方がいるんですけども、その方がレディースの服とか着てるよとか教えていただいたりとかして、あそうなんだって思って試しに着てみるようになったら、あこれ意外と入るなとか、カラフルなのあったり華やかなのがあったりとか、あすごいますます楽しめる幅が広がりました。それでひとりさんがひとりさんファンクラブ店にいらっしゃった時に、その G ドラゴンって方のお話をしてくださったんですね。でなんで人が人気あるか知ってるかいってみんなに聞いて、まあ魅力だったりとかかっこいいとかおしゃれかなと思ったら、ひとりさんがこうおっしゃったんですね。あいつがな一番人気なのはな、俺が芸能界にいないからなんだよっておっしゃった時、どっかーって言って、なるほど、だからあいつに譲ってあげたんだよってそれこそね、今おっしゃったような負け嫌いなっていう、笑しつながるからっていう、いやひとりさんの器の大きさを感じました。でということで、いや本当にそれでおかげさまでね、こういう寺子屋お茶会とか本当毎週皆さんとお会いできたりとか、素敵な仲間のおかげさまで前回話した秩父観音参りにしても動画作成にしても、一見一人でやってるようなんですけども、そこには本当にみんなが一緒にいるっていう。観音参り初めてした時はひとりさんだったりファンクラブの仲間だけだったんですけども、オフィス来て花江隊のみんなと出会ったりとか、みっちゃん先生隊とも仲良くさせていただいたりとか、全国の皆様と一緒にいるなと思ったらすごいめっちゃ幸せで、なんかジーンときちゃうんですけど、もうおかげさまで本当に幸せに幸せ、ますます幸せだから、ますます幸せになって、恩返ししたいなと思います。ありがとうございます。以上。残り2秒です。おお。ありがとう。
2秒ありがとうありがとうございます。バンザーイバンザーイバンザーイ、よっしゃー、ありがとうございます。素晴らしい、残りあと2秒あと1秒だったら神さん素晴らしいです。認定講師の内ヶ崎貴彦先生でした。続きまして先生をご紹介させていただきます。認定講師の森岡忠先生です。よろしくお願いいたします。聞こえますか、大丈夫かな、では用意スタート。カーネギーホールが始まるちょっと前に丸カン会館で、みんなが集まってそこでいろんな体験談を発表したんですね。でその時にね、ひとりさんと出会う前の話をしようねっていうことでずっと話が終わって、で全部終わってからひとりさんがコメントをしました。俺たちはな、今世学びにこっち来てるんだよと、で学べばいいんだよと、で今日みんないろんな体験談話してくれたよな、で聞いて学んだから、学んだことによって同じ体験を俺たちはしなくて済むんだよ、でこんだけみんなのいろんな体験を聞いて、みんな良かったなっていう話をですね、ひとりさんしてくれたんですね。ですからですね、皆さん私の話を聞いたので A さん B さんに会わないで済むというのもあるし、私がですね大の苦手とする運動で、もう皆さん代わりにね、歩き観音参りをしていただいているので、本当にね、今世僕は体験しなくていいなと思って、よかったなと思って、すごく幸せです。あなたの体験、私の体験、ありがとうございます。で今日は、掃除、ひとりさん流掃除術の後半なんです。で掃除だけはね自分でやんなきゃダメなんですね。隣の家できれいに片付きました、だから私の家は掃除しなくて大丈夫ですって話なんないじゃんね、だから掃除だけは自分でやんなきゃいけないんだけど、2012年の1月、東京新高輪プリンスホテルの飛天沼で、ひとりさんがこの掃除術に関する話をしてくれました。最近は本も出てるし、YouTube も出てるし、で先ほどねダイヤモンドとコップ一杯の水の話があったじゃん。でその時にね話をしてくれたんですよ。でみんな目つぶって、でどっちが大事か手を挙げてごらん、で正解はダイヤモンドなんだけど、僕ねやっぱね水って手を挙げちゃったんですね。でその理由というのはもう単純な話、いや水がないと生きていけないでしょ、でねこの考え方がダメだっていうことなんですよ。なんでって、日本に砂漠ないじゃんって、そりゃ砂漠行ったら水必要かもしれないけど、ありもしないようなことを考えるというその癖がダメなんだって言われてですね、もう頭ガッツンとって殴られた感じがしたんです。でそのねガッツンって殴られた話があったから、その後始まった掃除の話っていうのねスッと入ったんだけど、いろんな断捨離の話とかあるね、掃除の話とひとりさんの掃除術って根本的に次元が違う。でなんでっていう時に、ひとりさんは片付けるんじゃなくて捨てるんだよ、で僕ね家片付いてたので、それを片付け語ったんだけど、あの空間移動ね、あちょっとこれ目立つなと思ったらスッと入れるとかね、あとトントンって閉めて、あもう見えなくなったからなくなったみたいないうふうにしてたんだけど、その捨てるんだって言われた時に、なんでって、捨てるっていう意味分かんないし、だってゴミ箱ちゃんと捨ててるし、で休みの日にはちょっと掃除かけてるし、いつ誰が来ても片付いてますねって言っていただける自信はあるしと思ってたんだけど、ひとりさんが順番に話をしてくださった、なんで捨てなきゃいけないのか、何を捨てなきゃいけないのか、どうして捨てなきゃいけないのかっていう話を順番にしていくとね、もうねびっくりで、って感じですよ。もうね目から鱗からボロ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 って落ちていくような感じだったんだけど、要するに今使ってないもの、今着てないもの、それって必要がないものだからゴミだって、でこの発想がね僕に全くなかったので、多分僕はひとりさんからいろんなことを教わって本当何度も何度も助けられたなと思うんだけど、このねひとりさん流掃除術を知ったっていうのはね、僕多分一生の財産だなって僕は思うんですね。で、あそういえば当時の僕はその家に仕事を持って帰る癖がまだ残ってたもんだからね、家にね書類いっぱいあったの、段ボールに行って、で何かあったらすぐ対応しようと僕は思ってたんだけど、そんな会社に行けばねオリジナルの書類っていっぱいあるわけ、何も自分の家になななきゃいけない理由なんかないんだけど、あるので、出陣式の時にね、それまだ使えるって、使ってないだろう、まだ切れます、着てないだろう、
そういう使いもしない、いつか使うんじゃないかっていうことを考えるっていうのが水とダイヤモンドの話と一緒なんだよっていうふうに言われて、で一人さんがね、じゃあ分かりました、今度の休みの時にやりますって言うんじゃなくてすぐやるんだよって一人さんおっしゃったの、そのステージの時にね。で5分でもいい、1個でもいいからすぐ捨てな、捨てた分だけ運勢良くなるよって言われた。で出陣式から帰ってその日のうちに僕ね、まず2時間捨てて捨てて捨てて捨てたので、その日からね3日間連続してね断捨離したんですよ。でもういろんなもの捨てて、捨てたらね空間が減るから、あ、じゃあ今日はここまでね、はい、ありがとうございました。絶好調、ありがとうございました。ありがとうございました。認定講師の森岡忠先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。吉村光恵先生です。よろしくお願いいたします。今背が高い人で急にキュッとこうなって、はい、ね、調布から来ました吉村光恵でございます。感謝しています。よろしくお願いします。今週ですね、ものすごく私にとってはすごいこう嬉しいことがあって、この嬉しいっていうのはうわーとかこうじゃなくて、しみじみと、あ、この私でよかったなっていうか、この人生を生きてきて、あ、ごめんね泣き出しそう、うん、よかったなっていう出来事が、はい、ありました。でそれをシェアさせていただきます。私はハンドヒーリングをやっていて、実はもう1年半近く前に出会った人、ある方から紹介されたんですけど、ある方の恩人だっていう方で、それはもうぜひさせてくださいっていうことで、ずっと毎日毎日遠隔でパワーを送ってたんですね。で重症な方でしたから、なかなかこう全身っていうかよくはならないで、何でしょう、なんか自分の力不足にこう嘆いていたところ、ある方が LINE にひとりさんの YouTube の、動画を送ってきたんですね。でそれをこう見ているうちに、あ、これを彼女に伝えたらいいなと思えたんで、こういう人がいてね、こういうことを教えてるよっていうことを LINE を通してお知らせしたんですね。で彼女はこう、まあ、天国言葉と地獄言葉っていうのがありますけど、まあ、どちらかというと地獄言葉の多い方で、なかなかこうポジティブになれないんですね。で、徐々にそれをこう伝えていって、やっとある時点から、あ、これ面白いねって言えるようになってね。で、そうですね、コロナが始まるちょっと前にまたある出来事があって、音信不通というか連絡が取れなくなって、コミュニケーションアウトになって、連絡が取れなくなっていたんですけど、最近になってまた復活して、それが何だろう、こう何だろう、こう自分の中でこう何かこう変化が起きてるんですね。で随分変わられたなと思って、で結局なんていうの、病気っていうのは私も前からこう彼女にもお伝えしたけど、自分が作ってるよって、だから自分で治せるんだよって言うんですけど、まあ、そういうふうにはなかなか思えなかったのが、本当に自分が作ってきた、それも自分を否定すること、それからやっぱり言葉のチョイスですよね。やっぱりいい言葉を使ってこなかったっていうことが、なんか自分をこう苦しめていた、肉体までも苦しめていたっていうことに気づいて、本当に使う言葉がもう全然違ってきて、まるで私の目の前にその出てくる文章っていうか言葉がね、全く別人のようになっていて、だから今は冗談言ったりとか笑い合えたりとか、そんな関係を作っていて、もう彼女本当に体も実はお医者さんに見放されているっていう状態だったのが、もう何だろう、外出もできるようになる、何だろう、
もう生きる気満々で、そう、一番嬉しかったのは体温が 36.6 度になりましたって、ああ平均体温ですね、なりましたって、それ私より高いじゃないっていうことで、もうこの方もう病気は大丈夫、治ったのと同じだって思って、それが本当になんていう、自分のこと以上にこうしみじみと嬉しいっていう体験をこの年になってやっているっていうことが、このひとりさんのなんだろうスペースの中で起きているっていうことが、私にとって本当にこう恵まれているし嬉しいことでした。それをお話しさせていただきました。ありがとうございます。終わり。ありがとうございました。吉村光恵先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。加藤秀明先生です。よろしくお願いいたします。じゃあスタートでお願いします。はい、皆様、こんにちは、ひとりさんファンクラブの、加藤です。今日がですね3回目になります。まあ、このようなですね機会を与えていただいて、ひとりさんありがとうございます。個人的には山ちゃん先生ありがとうございます。今日はですね、ひとりさんの、教えの中で私が日々実践していることですね、大変おこがましいんですけどこんなことをしてますよということで共有させていただきます。まず、私夜寝るときにですね、ひとりさんの天国言葉をですね、YouTube で100回こう連続で聞ける誰かが作ってくださったのがあるので、あれをまず流しています。だいたい15分くらいなんですけども、まあ、それを聞いて、すぐ寝ちゃうこともあれば、聞いて何も起こらず、まだ起きていることもいろんなことあるんですけども、天国言葉のその 8つの言葉の中で、私のこの今日起きたこととか過去に起きたこととかですね、そういったことをこう連想しながら結果として、まあ心地よくなるというかですね、心穏やかになるというのが、まあ、私の目指しているところなので、毎日うまくいくわけじゃないんですけど、なんとかそういった形で、眠りたいなということでですね、心がけています。で、うまくいったりうまくいかなかったらありますけども、これをやってるおかげでですね、変な夢を見なくなったとかですね、まあ、そういったことはあってですね、寝起きも大変良くなったかなと思っています。で、朝もですね、同じようにまたその、スマホってあまり体の近くに置いておくと良くないと言われてますけど、まあ、実際に置いていますが、そんなことで朝もですね、同じようにまた、心地よくなれるためにそんなことをしながら、あとはある YouTuber の方が朝起きたらありがとうって声を出してるって言って見えたので、まあ、それはとにかく真似てですねやっています。あと昼間はですね、仕事以外の時に特に、まあ、移動したり買い物に行ったりとか結構無駄っていうか何も考えてないことがよくあると思うんですけども、その時にですね、天国言葉を、まあ、声に出したり心で思ったり、あとは、天国言葉は結構長いので私にとっては、まあ、ありがとうだけとかついてるとかですね、まあ、そんなところをこう言って、まあ、結果的には心穏やかに心を、心地よくなるようにですね、持っていこうかなと思ってまして、例えば今日でも来るときに、電車に乗ってくるわけですけども、ずっとひたすら心の中でこうありがとうありがとうありがとうと言っていると、特に変化はない時もありますけど、まあ、たまたま何がきっかけか分かんないんですけど、すごく心地よくなってきて自分としてはすごく盛り上がってきて、で周りの電車に乗ってる方がなんでこんな暗い顔してるのかなとかですね、まあ、そんなことになって、あ、よかったなとか思ったりですね、あとは、今日の、来る前にですね、お昼ご飯食べてる時に、まあ、ありがとうありがとうと言いながらこう食べてると、やはりこういろんな感情が出てきて、とても今のままで十分だなとかですね、幸せを感じたり、とても良かった
いいなと思っててですね、全然何も感じないこともあるんですけども、天国言葉をきっかけに、いかにこの、心穏やかになれるかなということをちょっと目標にしているので、ひとりさんの天国言葉はですね大変、助かっているなと思っています。なのでまあこういった、日々ですね心穏やかに、心安らかになれることを続けながら、まあ、余裕があれば人に親切にして、あとはまあ自分の仕事をベースに自己実現というかですね、まあ、そんなところをしていきたいなと思っています。とてもきれい事のような、内容ですけど、まあ、私が今素直にですね感じていることでございます。以上です。残り31秒です。はい、万歳万歳万歳、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。加藤秀明先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。認定講師の田中健先生です。よろしくお願いいたします。さあ、用意スタート。感謝してます。モテモテマルカンを東京で、経営してます。マルカンの店やってます。発酵のカウンセラー、発酵経連です。で本名は今ご紹介いただいた田中圭と申します。今日は、じゃあひとりさんのサプリに助けられたお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、ひとりさんに助けられたことってもう本当に数えたらキリがないぐらいもう大量にあるんですけれども、その中でも一番すごく大きく変わったポイントっていうのがいくつかあって、その、中でも一番大きかったのが私の場合はやっぱりサプリだったなっていうの体験談があるので、それについてお話しします。その前に今日この場に来させていただいて、参加させていただいて本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。というのもちょっともっと会場が小さかった時はあんまりね、はい、予約制って聞いてたのであんまりたくさん行ってもご迷惑かなと思ってちょっと遠慮してたんですけれども、ファンクラブの山ちゃん先生はじめ お手伝いされてる方がねソーシャルディスタンスもしっかり守りつつこんな大きい会場をソーシャルディスタンスで作ってくれてるので安心して参加できたなと思って感謝してます。はい、でサプリで助かったんですけれども、ひとりさん の最初は教えから入ってすごい気持ちが軽くなるな助かるなっていうのはあったんですけれども、できるところから言霊とか大好きでやってたんですけれども、なかなかこう実感として自分が良くなってないっていうのがずっとあったんですね。でそれがもう本当に知ってから6年7年ぐらいはずっとそんな状態だったんです。ひとりさんの教えをやってるけどなんかうまくいかないじゃないけれども、こう心から救われてないっていうのがすごくあって、でもそんな中でひとりさんのサプリその時の新商品のデトックスアウジルなんですけれども、出会特約店さんと知り合いになって、飲み始めたら、3本丸々飲んだぐらいの時にもう急にいきなり元気になっちゃって、体が元気になったことでひとりさん その教えも急にすごく分かるようになってできるようになって、それまでの自分がいかにこう元気が体に元気がないからこうやろうと思ってもできなかったり、エネルギー不足でこうできなかったんだなっていうのがすごく分かったんですね。でそこから面白くなっちゃってサプリを増やせば増やすほどもっとできるようになってもっと元気になって、その時にちょっとこう引きこもりの時期っていうかこうお仕事とかもできないような状態だったんですけど、でもそれもだからひとりさんのサプリをとにかく飲みたいから働きたいみたいな感じになって元気になったの でそこからもう本当にすごくその前の7年とか6年が何だったんだろうっていうぐらい加速してひとりさんのことができるようになったので、
あのサプリはひとりさんのファンの方にはぜひ、ね、おすすめしたいのはサプリを、ね、飲んで見てほしいなっていうふうに思っています。きっと同じように助かる方がいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。多分もうちょっとだと思うので以上残り53秒です。あ、よかった、ありがとうございます。バンザイバンザイバンザイ、ありがとうございました。ありがとうございました。認定講師の田中健先生でした。以上で第1部を終了とさせていただきます。10分間の休憩の後に第2部と続きます。皆様よろしくお願いいたします。お時間になりましたので、第2部をスタートさせていただきます。はい、ではね、第2部のトップバッターです。伊藤正夫先生です。よろしくお願いいたします。はい、用意スタート。皆さんどうもはじめまして、伊藤正夫と申します。本日初めて参加させていただきます。よろしくお願いいたします。本日なんでここに来ることになったかということについてですね、ちょっとお話をしたいと思います。まあ、人生の半分の話すると5分じゃ済まないので、まあ、あることをきっかけにちょっと自己啓発系のね、いろんなセミナーに出始めたりとか、いろんなそういった YouTube とか見始めるようになりました。でひとりさんのことも、まあ、以前からこう知ってはいたんですけども、なんか7月の22日に、まあ3時間57分何秒というその100回シリーズ20話っていうのがあって、でそれを聞いたんですね。で、それを聞いたときになぜかふと1ヶ月で100回聞くかと思って、で、その日からその始めてみたんですけど、よくよく考えたら約4時間でそれを30日以内ってことは1日4回は聞く日はあるよなっていうのがあったんですけど、でもまあやると決めたからやっちゃおうと思って、で、8月の20日の日に100回超えたんです。でその20日の日っていうのがたまたまこうメールが来ていて、このお茶会がありますよっていう日だったんで、あ、終わった日にこれやっとメールが来たし、パッとスケジュール見たら空いてたというので、その場で速攻で電話して申し込みをしました。はい、で、それでこう、その前に、7月の22日からこう聞き始めて、だん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 こうもういつもいつも聞いてるんで、もうながらでもやるしかないじゃないですか。で、まあ、来てたんですけど、8月の8日末広がりが2つ重なる日にたまたまこう新小岩に行く用事があって、で、なんかついてる神社って行ってみたいなと思ったんですよ。で、ネットでこう調べたら、なんか、フラワー通りの先の方に、お店があるというの でその前まで行ったんです。で行ったんですけど、なんかコロナの影響でこう張り紙がしてあって、なんか、関係者以外立ち入り禁止って書いてあったんですよね。でもう中に誰もいなかったんで、ではもう今日ダメだなと思ってスタスタスタって通り越して行ったんですけど、なぜか足が止まって、あ、ダメ元でもいいから電話してみようと。そして、電話したら、あ、初めての方ですかって言われたので、初めてですって言ったら、じゃあいいですよって言って来てくださいって言われたんですよ。でもその時すごい感激しちゃって、で、その日、なんか僕まだその、ここのねひとりさんの話とか分かんなくて、神社もなんか くじ切りとかなんとかあるというのもそれも知らなくて、ただ単にまあここに来て、まあただ単についてる神社行きたいっていうだけで、で奥の方にあるのかなと思ったら、あ、外からも見えるところにあるんだっていうのを初めて知って、それぐらいなんですよ。でもとにかくもう関わってみればなんか変わるんじゃないかっていうのがあって、でこうぐる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 こう100回以上聞いてると、なんかいろんな言葉がもう思い浮かんできて、でこの間はですね、まあ、朝時間がなくて、あ、もうすぐ出なきゃいけない、もう時間が間に合う、遅刻しちゃうっていう時に爪楊枝ばらまいたんですね。爪楊枝をポンってばらまいて、えっ
って思ったんだけど、その時になぜかついてるついてるって言葉が出てきたんですよ。え、なんで俺拾いながらついてるって言ってんだろうと思ったりとか、まあそうすると、まあ以前聞いた、あ、きっとなんか神様の時間調整でもあったのかなとかね、そんなことを考えてみたりとかしてます。それとあと結構僕自分がなんだいい気分になりたくて、で自分の気分をどうすればいいのかなと思ったら、奥さんの機嫌が良ければ機嫌がいいよねっていうのがあるじゃないですか。で掃除とか始めたんですよ。で朝起きた時に僕の方が先に起きるんで、食器とかちょっと残ってたら全部片付いて洗ったりとか、あるいはその家の掃除とかもね、ちょっと整えてみたりとかするとなんか機嫌がいいんですよ。で機嫌がいいとこっちも機嫌がいいっていうのがあって、あ、与えるってこういうことなのかなって思って、なんか自分を犠牲にして与えなきゃいけないのかなってずっと思ってたんですけど、じゃなくて自分の機嫌が良くなるためにはこれをすれば結果的に与えてるし、それが跳ね返って自分のものになるんだなっていうことをね、なんか最近ちょっとそんなことも考えながら、え、これから先ますます幸せになってどうしようっていうふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤正夫先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。認定講師の高梨実先生です。よろしくお願いいたします。いいですか、よーいスタート。皆さん感謝してます。コア長野商店の高梨実と申します。今日私こう秋葉原に乗り換えて総武線 の, こうあのスタンドのこうパン屋さん、牛乳屋さんで牛乳を飲んで考えてたんです。ひとりさん最近牛乳をお勧めしてるなと。で丸くん始める前ってコアビフォーってコアってあったんです。こう体が弱くて体中炎症を起こしてて、年末忙しくなるとこう必ず休むんですね。で今こうです、体も眼鏡になって顔も怖くなりました。で最近思うんですね、昨日たまたま上野駅で乗り換えて上野動物園を見たんです。看板をでパンダって魅力あるなと思っていたんですね。みんな並ぶし、で上野にはパンダがいるし、斎藤して丸川にはひとりさんがいると思ってこれだと思いました。でパンダと人間の一番の違いって何だろうって考えてたんです。そしたら考えじゃなくて魅力なんですね。考え方で与えるもので何があるんだろう。先ほどこうおっしゃった方与えてありましたね。わしも次考えてるんですね。何が与えられるかで笑顔にしろ挨拶しろ全部与えそうと。だけども与える相手間違ってやっぱり失敗したことあったんで怖い声をやってます。こうひとりさんおっしゃるには何か一つ本をかけるぐらい徹底してやらないと。わしこう職場で挨拶と返事を焦ります。誰にも負けないようにとこう頑張ろうとしたんです。で結果的にこうできるんですが、こうまだ分からないことですからって与えるってどういう気持ちで与えるのかとか、私こう昔はこうひどい人間で逆にいじめられてたんですね。その時は自己自覚気づいたら自分だったんです。自分で自分の罠にはまって、だからこう人を見る目ってやっぱ違っていたんですよ。色眼鏡になって人がこう認めてても自分がこう分からなくなっていた。で最近こう話をしてると、私このテレ小屋ですよね、お話をしてって皆さんのお話を聞いてって自分自身を顧みてって自分がこう間違ってたと思ったんです。で自分がそう変わると世界一変してきたんです。で認定講師も取れました。70万円です。うちでありがとうございます。で認定講師のおかげでこうあったんです。自分の生活が変わったこと、自分の思っていることが変わったこと、で最後に皆さんに会えたことです。で自分のこう一番欲求というか強い欲求はもっとこう面白い人になりたいだろう。それが私の最近のテーマです。以上です。あ、すいません。絶好調。ありがとうございました。認定講師の高梨実先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。土田康史先生です。よろしくお願いいたします。世田谷区から参りました土田康史と申します。よろしくお願いします。2月に7ヶ月ぶりについてる神社に行きまして、そこで神様のエールをいただいてから3月に入院した時のお話をさせていただきます。でひとりさんが
病気になったら神様はどこを見てるっていうお話がよくあって、陰気になっちゃダメだよとか、あとなんだ、人に当たっちゃダメだよとかいう話があるんですけど、それを心に置いて、入院に臨みました。で、あの看護師さんを笑わせてみせようとか、看護師さんを、一回笑わせてみたいなとか、一回ハーレムにしてみたいなとか思って行ったんですけど、入ったとこはあの、4人部屋の大部屋っていうとこで、である日のことですね、一人の患者さんが看護婦さんに文句を言い出して、でそれがこう3人に伝染していったんですね。で4人目に来て、あ、これは神様のテストだ、あなたはどうなのって言われてるなと思って、これはやばいなと思って、いつ来るんだろうと思ってました。でその来たタイミングが手術が終わって全身麻酔がこう溶けるときに来たんですね。で入院計画書で、手術後6時間経ったらお水飲んでいいっていうことになってたんですけど、看護師さん、もうそろそろお水飲んでいいですかって言ったら、飲めませんよ、お水は明日からですって言われたんです。あ、ここできたと思って、ここで文句言ったら負けだなと思って、それでその時はだっか笑顔で、うーん残念とか言ってたんですけど、でその看護師さんが一回、隣の部屋に仕事を移って、5分ぐらいしたらこうダッシュでまた戻ってきたんです。そうしましたら、変更になってました、お水飲んでいいですよっつって言われたんですよ。でよしテストクリアと思って、その時のお水は、まあ、とっても美味しかったですね。で4人こう看護師さんから処置されるんですけど、ある日あの自分から処置される順番が1番で来たんですね。でここでなんかあの注射こう血管外されると結構痛いんですよ。で入院中最高3回連続外されたこともあって、ここでもまたテストだなと思って、まあ、どんなに外されても心で痛いって思ってても、もう意地でもありがとうって言おうと思って、でそういう心でこう回ってったら、この後の3人が全員ありがとうって言い出したんですよ。ああと思って、でその内容を今度グループ LINE にこう送ったんですよね、神様のテストっていう題で。でそこのグループはひとりさんのことを知ってる人が一人もいないんですけど、後で会った時に、一人の方が、めいっ子さんが入院してこう、なんで私ばっかりっていう闇の方に引っ張られた時に、私のメールを見てそれを伝えたら、なんか好転したらしくて、すっごい感謝されたんですよね。あ、でその時ね、なんていうんですか、自分が手術成功した時とはまた違ったなんか利他の喜びみたいのを感じて、なんかなんていうんですかね、まあ泣きそうになっちゃったんですね。ああ、なんかこうひとりさんの言ってることをこう広めていくと人も喜んでくれんだなっていうのが、感じました。以上。残り19秒。おお。バッタ、バッタ、バッタ。よっしゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。土田康志先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。認定講師の海老原雅代先生です。よろしくお願いいたします。そしてます。用意スタート。茨城県龍ケ崎から来ました、まーちゃんこと海老原雅代です。よろしくお願いします。
来月でちょうど取り扱い店を始めて16年になります。おかげさまです。それでその当時のことを振り返ってみたとき、初めてひとりさんにお会いしたときのことをふと思い出しまして、9月からお店を始めて、1月のその翌年の1月の出陣式で初めてひとりさんにお会いできた時のことなんですけど、お顔もわからないし、もう本当にどんな方なんだろうってドキドキしながら、知り合いの人にひとりさんってどんな人なんだ、早くお会いしたいなって言ったら、え、後ろにいるよって言われて、って言って振り返ったら、ひとりさんがその時は周りに誰もこうついてる方がいらっしゃらなくて、お一人で飲み物、コップかなんかお持ちになって、オレンジジュースかなんかのお飲みになってて、こう歩いてらっしゃったんですね。それでわあ、ひとりさんだと思って、龍ヶ崎から、もう緊張してるから、龍ヶ崎から来た海老原と言いますとかって言ったら、え、龍ヶ崎って茨城県のって言葉を返してくださって、もうただそれだけですごいもう嬉しくなっちゃったことを覚えてます。もうそれは今も私の中ではものすごい、その時の空気っていうのが丸ごと宝物になってます。今日は、その大好きなひとりさんにまたなんか嬉しい言葉をかけてもらった思い出の話をさせていただきたいと思います。海老原商店に嫁いで、お休みが週に1回水曜日だけっていう、その当時そうだったんですけれども、私はサラリーマンでの家庭で育って、自分も普通の OL でその土日休みみたいな生活に慣れてきた中で、休みが週に1回ってなんかもうありえないぐらいな感じだったんですね。でだけど、まあ一生懸命自分で選んだんだから頑張ろうみたいにしてやってきたんですけれども、年末とか年始は、まず年末は31日まで営業して、お正月は元日だけが休みで2日からもう営業だったんですね。で、なんかもうお正月正直好きになれないっていう感じで、休めない、普通の日の方がよっぽどいいっていう感じだったんですけど、ある時、ちょっと考え方を変えて、今年の夏は連休にしてみようってすごい一大決心で連休にしたことがあったんですね。でその年は2011年の震災の時で、福島が原発でその放射能の影響で、福島 そのお店、いろんなお店さんが仕事とかが大変な状態でっていうこともあって、その福島の知り合いがキャンプ場をやっていたので、じゃあ福島も応援に行こうっていうことで、みんなで福島のキャンプ場に行ったんですね。で親戚とか含めて15人ぐらいで大勢で行って、初めての連休でもう本当に嬉しくなっちゃって楽しく過ごしたんですね。でそのことを後日ひとりさんにお会いすることがあって、主人が報告したんです。ひとりさん、初めてね、連休してね、すごい楽しかったですって、で言いながらも、私思って心の中にふっと湧いてたのが、なんかもしかしてひとりさん、もうちょっと休まないで頑張って働こうよって思ってないかななんてちらって思っちゃったんですね。でそうしたら、なんとひとりさんから返ってきた言葉が、あ、よかったねって、ものすごい優しいお顔をされて、よかったねって、で来年はもっとたくさん休めるといいねって言ってくださったんですね。もうなんかそれまで週1の休みでもうがむしゃらにやってきた私たちにとっては、なんか休むのが悪みたいな感じに、ああ、ありがとうございました。絶好調、ありがとうございました。
認定講師の海老原雅代先生でした。続きまして先生をご紹介させていただきます。白石桃子先生です。よろしくお願いいたします。スタート。こんにちは。ファンクラブ店マナ弟子の白石桃子と申します。よろしくお願いいたします。ひとりさんに助けられたお話なんですが、本当に山ほどいっぱいあって、面白いことから泣ける話までいろいろあるんですが、今日はちょっとだけ目の前に山ちゃん先生がいらっしゃるので、山ちゃん先生が覚えてないだろうけどっていうお話をちょっとだけさせていただきます。お掃除の方にありがとうっていうお話は有名なお話だと思うんですが、そのお話を聞かせていただいてからいろいろなところで、全部は言えないけどありがとうまで言ってみようとか、いろんなこうトライをしていたんですね。でそれをしていて3ヶ月ぐらい経った時です。いつも通り ありがとうございますって言おうと思って、次の瞬間にそのお姉さんスカートまくれてますよって言われたんですけど、でそういうことがなんと3回ありました。で気をつけてるんですよ。でもふわっとしたスカートってこう上がっちゃうことがあるじゃないですか。で何回もあるので、こうすごく気をつけてこういうふうにやるんですけど、最後の最後にやっちゃったのが山ちゃんの前だったんですよ。でその時も山ちゃんはさりげなく、ももちゃんスカートめくれてるよって言ってくださったんで、とても軽く言ってくださったのでとても救われたんです。それ以降外ではないです。でその軽さっていうのが私にとっては本当に宝物で、ひとりさんにある時に仕事の悩みをたまたまひとりさんを一人で神社にいらした時に聞けるタイミングがあって、ひとりさん聞いていいですかって言ったら、いいよ言ってごらんって言ってくださったんで、ああでもないこうでもないって言って、どうしましょうって言ったら、それさよくあるのって聞かれたんです。ちょっとクレーム的なお話だったので、でいいえ初めてですって言ったら、ふーんって1秒2秒経って、そんなこともあるよなって一言、たった一言なんですけど、その時のひとりさんのそのなんていうんですかね、包み込むような笑顔とその軽さと、それで私はそのまんまもう救われて、はいありがとうございますって、もう天まで昇るような気持ちで、そっからいろんなお仕事が重く考えてはいけないんだっていうのがすごく入ってきて、軽くとか許すとか緩めていかないと、やっぱりこの間イケメンの方にちょっと聞いたんですが、歯が折れたんだよっていうお話を聞いて、それはちょっと食いしばってませんかって言ったら、えそれダメなのって言われて、えってグッて食いしばると奥歯に力がかかっちゃうので、すごく血流も一旦止まっちゃいます。なので緩めて奥歯も噛まないでください。食いしばってはいけません。緩めといてください。口ポッカンはダメなんですけど、緩めてあげてください。それがいろんなところの緊張感もほぐしてくれるし、笑顔にもつながります。試してみてください。ありがとうございました。以上。29秒。ありがとうございます。せーの、絶好調。ありがとうございます。ありがとうございました。白石桃子先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。準講師の星野由美先生です。よろしくお願いいたします。用意スタート。江戸川区船堀八千商店の八千妻の星野由美です。よろしくお願いします。この前のこちらの寺子屋で、祈りの話をさせていただきました。で、その祈りの話で、寺子屋も通して寺子屋の番外みたいな感じの、みんなとの丸かの仲間とのダイアログの中で気がついた気づきの中で、今すべての祈りが叶えられた状態が今の私なんだっていうこと
が幸せの道の今だっていうことに気がついたっていう話をさせていただいたんですけれども、まあそんな中でも、日々、まあ、お試しが来るんですね。でそのお試しは、まあ、私が神なので私が私を試したいためにいろいろ起こってくる。もうそれこそ毎日発酵の剣をどんだけこう火事熱して叩いてこうもうどん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 切れ味を良くしたいための出来事がいろいろ起こるっていう感じで、早速、つい 2,3 日前にもある方に職場でこう言われたことがあって、その場の私は、まあ、冷静にというか仕事脳に仕事してる時にはなってるので普通にこうにこやかに対応して終わったんですけれども、帰り道とかにだんだん悶々としてきまして、あれは確かに冷静に考えるとこうなんだけど、なんかちょっと悲しいようなムカつくようなそういう気持ちになってくるんですよ。それで、ね、でまあ発酵の誓いを言って発酵漬けをして、まあ切ったりとかして、でまあなんかこうこの間はエイブラハムとかも出てきたんですが、ちょっと他のもやってみようと思って、例えば統合みたいなものとかもトライしてみたりとかしても、まあなんかこうまだちょっと落ちきれないようなところがあって、家帰ってこうドアをバッて開けたら、やちさんが何かあったって、なんでわかるんだろうと思ってだから私自身は帰ってきた時にもしかしたら寺子屋やってるかもしれないから、ただいまって言ったら声聞こえちゃうかなと思って開けたんだけど、なんか分かっちゃって、でもあんまり喋ると愚痴になっちゃうと思ったんだけど、こう話をしてるうちに、あのひとりさんのすごいところはそういう精神世界のことだけじゃなくて、この実践的なところでもたくさんのもう千手観音の武器をたくさん与えてくれていることに気がつきまして、その中で、よく花井社長がお話の中でお皿の話っていうのがあって、結婚した時の引き出物にお皿を出そうってあのお舅さんが言うのに自分が反対できなくて、そのことをずっと恨みに思ってて、こう嫁舅関係がうまくいかなくなっちゃった。だけどその時にお皿の時に、お母さん私それじゃなくてこういうのにしたいんですけどって簡単にこう軽く言っちゃえば、もうそこでお互いに因が積まなくて解消だったんじゃないかっていうあのお話があって、そういうのとかも思い出し、あとひとりさんの、人生は後出しじゃんけん、いつも出してるのでダメだったら違うの出してみたらどうかっていうのとかも思い出して、今までの私だったら心の中に秘めて、まあ自分がちょっと我慢してっていうか、まあこう受け入れてまた普通にやっていけばいいかなって思うところなんだけど、じゃあちょっと電話かけてみようかなって思ったんですね。その人とのあった出来事がもう本当に自分の中でもう1から10までどうしてそうなったのかっていうのがいっぱい想像できちゃうんです。愛と光のもう一番いい想像から、もう恐れと不安のすごいダメな想像まで、なんでそれを言われたかっていうのが10通りぐらい出てきちゃう。どうにでも解釈できるんだけど、それは相手の人に聞いてみないとわからないんじゃないっていうやちさんの一言で電話をかけてみました。話をしてみたら、今までの私だったらその電話かけるなんてしないんだけど ありがとうございました。準講師の星野由美先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。斉藤伊佐子先生です。よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、こんにちは、斉藤伊佐子と申します。今日はよろしくお願いいたします。まあ、6月の中旬過ぎ、すみません、じゃあもう一回いきます。用意スタート。斉藤伊佐子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
6月の中旬より押し上げの方で、丸勘のお店押し上げ店というのを始めまして、本当にまだまだこれからで、まだお店とも言えないような感じのところもあるんですけれども、とにかくこのところは先生方とリモートで寺子屋お茶会をやってまして、でまあ何か一度入れ始めるとどんどん入れちゃう性格なので、どんどん入れてやってたら、ちょっとリモートでやってたいろんなお店作りとか、SNS 上のお店作りとかのやってる時間がちょっと少なくなってきたので、もうちょっと寺子屋お茶会一旦中止だなと思っていたんですけれども、これからどうするのかな寺子屋の方はなんて思ってたら、昨日LINE でこの話を聞いて、それでなんかやっぱり思わず行ってみよう、多分これ申し込まなかったら多分一人では行けないし、誘っていただいてるから行ってみようっていうことで、そういう機会でちょっともう本当に何を話すのかよりもまずここの舞台に立って、皆様のお仲間に入れていただく、それだけでも私としてはもう今日本当に100点満点で、本当に今までなんていうかもう一歩踏み出せない自分がいて、やっぱりこう平均点人間で、やっぱりこうどっちかというと杓子定規に考えて、でまあ平均点を目指すみたいなところがあったので、何をやっても LINE で話していてもなんだかこうそろそろ私が話す順番かなとか、この辺で一言入れといた方がいいかなみたいな感じに杓子定規になっていって、自由にのびのびやるっていうのがすごくできないので、もうこちらのカーネギーホールで皆さんが本当に長い方も短い方も初めての方も本当に自分のお話をされていて、でちょっと辛かったような話もどんどんされているのが本当に私としてはもうそういうのが憧れの存在で、自分はそういうふうになかなかなれなかったんですけど、今日はここに本当に立つことができて、これも本当にこういうことをやってくださっているひとりさんのおかげさま、そして誘っていただいた先生のおかげさま、そしてまたこの話を聞いてくださっているそういう私のような本当にって言っちゃいけないんですよね、だけどそんな特別な話できないんですけど、そういう話を聞いてくださっている皆様のおかげさまで自分もこういうところに立てたっていうのが、今日は自分は本当に良かったなと思います。感謝してます。ありがとうございます。で自分はすごいなっていうのがあって、今日ちょっと朝ネットで見たのを少し付け加えて話させていただくと、自分はすごいんだっていうのを、なんでこんな何回も言わなきゃいけないのかなと思いながら言ってた時があったんですけど、でも今やっぱり朝目が覚めてすごいで、ご飯作って食べれてすごいし、まあ今日は寺子屋お茶会リモートでつながってすごい、それからもう今日はここへ来てすごいし、ここで今話してるもんもめっちゃすごいっていうふうに言えました。でやっぱりこうそういうふうに当たり前の自分できてることをすごいなって思えることが、やっぱりみんなに少しでもお裾分けできるっていう最初の一歩になるっていうことがだんだん分かってきたっていうところですので、まだまだこれからですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。以上、残り1分ちょうどです。ありがとうございます。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございました。斉藤伊佐子先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。大島君隆先生です。よろしくお願いいたします。用意スタート。ファンクラブ店で学ばしをさせていただいてます大島君隆と言います。よろしくお願いします。今日はですね、出陣式で、ちょっとお隣の方に救われたというお話をさせていただきたいと思います。出陣式ですね、抽選でですね、運よく、去年ですね、当たりまして、本当ありがとうございました。山本さん、ありがとうございます。それでですね、ちょっとその出陣式の前の日に、すごく仕事がハードでですね、
もう、出陣式、会場にですね、ついて座った時にはですね、もうすごいちょっとこう前日の、仕事の疲れが、どっとですねやっとたどり着いたみたいな感じでですね、出まして、まあ結構ですね、疲れがたまると目が痛くなったりですね、ちょっと肩が痛くなったりして、もうちょっとこう、うつむき気味だったんですけれども、で隣のですね、男性の方がですね、まあ、すごく親切な方だったんですけれども、大丈夫ですかっていうことで声かけていただきまして、でよかったらこれ飲んでくださいっていう形で、サプリをですね、ちょっとこう本当すごい神様みたいな方だと思ったんですけど、でありがとうございますって言ってこう、まあ2粒ほどですねいただいて、で、それをこうパクッと飲んだらですね、もう一気にこうパッとこう元気になりまして、でもう時間がですね、もう 1時間ぐらいも経つとですね、もう完全に、もう絶好調になってましてですね、でここのサプリ何ですかっていうまあ抗炎剤務9点っていうサプリですね、まあそれからはもう抗炎剤も9点はいつもバッグに入れるようにしてるんですけれども、でこの前ですね、朝からですね、もうやはり前日の仕事がハードでですね、まあ、朝からやはりちょっとこうすごい、もう目も痛くてですね、もう肩も痛くて、もうこれはちょっと朝からきついなっていう日がありまして、で抗炎剤も9点もですね、ちょっと朝早くてすぐ思いつかなくてですね、で今日はちょっとこれもう会社休まないといけないかなっていうですね、それぐらいきつかったんですけれども、でそういえばこの前ファンクラブで、商品をまとめて買った時に龍神様の宝華さんが書いた絵、そういえば絵もらったなと思いまして、で龍神様はこう円を描いてですね、なんですかね、こう光の玉みたいなのをこうパッてなって、レインボーのやつをいただいたんですけれども、でこれなんかすごいなって思いまして、でファンクラブでですね、豊か水も、いただいてましたんで、それをピュッとふっかけてですね、でくじを切ったらですね、もうすぐなんかブワッとこう元気になりまして、で、はい、ありがとうございます、絶好調だと思ってもう今日バリバリ働こうっていう感じですね、でもう朝からもう、まあ家族もいますんでですね、行ってきますっていう感じでもう本当そういう、もう絶好調で、まあその日一日はもうバリバリ仕事ができました。本当感謝してます。以上です。残り1分15秒。せーの、絶好調。ありがとうございました。大島きみたか先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。斉藤進先生です。よろしくお願いいたします。スタート。感謝しています。ひとりさんファンクラブのまな弟子の斉藤進です。今日は踊りについて、余興についてお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で踊りなんですけども、ひとりさんから教えていただいた踊り余興なんですけれども、私は本当に踊り苦手な人間で、もう一生踊ることはないなって思うぐらい本当に苦手でした。でまたそういう状況だったんですけれども、まあ、踊るようになって、まあ、いろんなこと、人生が変わったり奇跡のようなことが起きましたので、その時のお話についてしたいと思います。で初め砂町についてる神社があったときにですね、踊りは翌なる祭りの終わりとかにですね、マツケンサンバとか桜小町とか踊っていた時があったんですけれども、ここでも踊っている先生方もいらっしゃるんですけれども、
その時私やっぱり苦手なので踊らなくてですね、よく記念写真とか撮ってる時もですね、前の方は衣装着てる人なんですけれども、私は普通の格好で写ってたりとかありました。でその後なんですけれども、松島の方についてる神社が来た時にですね、ひとりさんもいらっしゃった時に、当時踊りを踊ってた経験ある方もいらっしゃって、じゃあ踊ってみようかとかいうので、こういう会場で踊っていたんですけれども、でその時も私やっぱり踊れなくて見てるだけだったんですけれども、でそんなことをしているうちにですね、今度新小岩の方にファンクラブついてる神社が移った時にですね、一人参会っていうのを毎月やるようになってきてですね、でその時に一回について一組余興をですね、やるっていうことをひとりさんが始めたんですね。で踊った人はその翌月に誰かを指名してその人が踊るっていうことでですね、でひとりさんがその時に言われたのが、いいかいみんな、指名されたらば断るようなことしちゃダメだよと、名誉なことだと思ってやるんだよみたいな話をいただいていてですね、私踊りどうしよう、指名されたらとか思っていたんですけれども、で指名する時になると、もう指名しないで、私のこと しないでくださいみたいなオーラを、出してたりしたんですけれども、何ヶ月か後ぐらいにザッて言って指名を私されまして、で一緒にその時指名された方が、私のほかに男性の方1人と女性の方2人でですね、で今日もその女性の方1人いらっしゃってるんですけれども、どうしようっていうのでですね、で1ヶ月後だったんですね、次の一人参会が、ちょっとなんとかして断れる理由ないかなとか、プラスただですね、その一方でせっかく一人さんの前で踊ることができるんだからっていう思いも交錯していてですね、そんな中ちょっとこういう名刺出させてもらっちゃいますけれども、山ちゃん先生から連絡があって、じゃあいついつ練習するからっていうようなことで、練習も何回か重ねてですね、で、その時一緒に踊った演目がですね、芦田愛菜ちゃんと鈴木福君がやっていた〇〇もりもりっていう演目でですね、でちょうど先ほどもお話があった白石桃子さんも一緒に踊らせてもらったんですけれども、でその時皆さん練習の時とかやっぱり一生懸命やったりとか楽しそうにやってるのを見て、もう自分もやるしかないっていう思いでですね、なんとか当日迎えて、初めて踊ったわけなんですけれども、でその後司会者の方がひとりさんにですね、今日どうでしたって聞いたときにですね、もうひとりさんはですね、こうやって、言葉そんな恥じなかった、丸ってやっていただいて、本当によかったって、ありがたいって思ってですね、初めて踊った瞬間だったんですけれども、でその後少し考えたときに、ひとりさんからこれやるといいんだよって言われたらば、もうどんなことだってできるんじゃないかって、やれないことだってできるんだって、もう本当に行動的な人間になれるんだっていうことを本当に感じました。ひとりさんというのは本当にすごい方なんだなって思いました。でそれで終わった踊りは、初めて踊ったんですけれども、で翌月にですね、またですね、踊りませんかっていうような話があって、ありがとうございました。どうも、せーの、絶好調、ありがとうございました。斉藤進先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。認定講師の永井久美子先生です。よろしくお願いいたします。緊張するよ。いしょ、スタート。ひとりさんファンクラブ店マナ弟子の永井久美子です。よろしくお願いいたします。と私はひとりさんや、仲間のみんなから教わったことは愛です。とこれ今の時代やこれからの時代、愛があれば絶対何でもなる、どうにかなる
愛さえあればどうにかなるって結構本気で思ってます。私は3年前にパニック障害とうつになりました。その時本当にみんなから遠隔してもらったりお見舞いに来てもらったり本当にみんなからたくさんの愛をもらいました。ありがとうございました。とその時つらかったんですけど自分の愛をもらってばっかりじゃなくて自分からも愛を出そうと思ってみんなに遠隔したりしてました。とその中で自分のこともっとたくさん愛してあげようって思ったんですけどただ愛し方が自分のことを愛するっていうことが分からなくて決して嫌いじゃなかったんだけど愛し方が分からなくてどうやって自分のことって愛せばいいんだろうって思ったんですけどその時いろいろ聞いたら、自分のこと褒めることだよとかあと好きなご飯食べることだよって聞いたんですけどなんとなく自分の中でそれが腑に落ちなかったんですよ。愛することに何か行動が伴うっていうことになんかそれももちろん一つの方法なんだけど何か自分の中で腑に落ちなかったんですけどひとりさんがおすすめするあの本を読んで分かったのは自分を愛することに何も行動なんかしなくていいっていうことに気がついてもうこのまんまもう何もしないくって愛するこのままの自分を愛せればいいんだっていうことに気づいてそれがすっごく自分の中で腑に落ちてすごく嬉しかったです。で今日もこうちゃんやともちゃんとかにおいでよって愛で言ってもらったのでじゃあ私もせっかくね愛で誘ってくれたから行ってみようと思って行ったら好きな友達にも会えたし仲間のみんなにも会えたのですごい嬉しい。それで私が、本を読んでいく中で、ちょっとどの本か本当忘れちゃったんですけど本当ごめんなさいなんですけどひとりさんの作った幸せの歌っていう歌があるのでそれを、ちょっと読ませていただきます。幸せの歌あなたが幸せになるのに努力も苦労もいらないただそのままのあなたを愛すればいい斉藤ひとりということで私はこの歌が大好きなのでご紹介させていただきました。本当にいろいろありがとうございました。以上。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。認定講師の永井久美子先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。ひとりさんファンクラブ店の店長でもあります認定講師の杉原信子先生です。よろしくお願いいたします。スタートですね。じゃあいきます。よーいスタート。ひとりさんファンクラブ杉ちゃんです。この前ファンクラブのごめんなさいTS スタジオが飯田橋から今度は場所を千駄ヶ谷のテオスビルに移しました。でこちらで大きな取引さんと田本を分かち合いましたので相田先生と私はひとりさんから教えられた感謝の気持ちを忘れてはいけないこのことで毎日それは二人して心しておりました。そうしましたら嬉しいことにその取引先の専務さんがテオスビルの近くまで御用があったということでちょくちょくしてるのって聞いてくださるそのことがとっても嬉しかったです。で大社長の言うことを聞いてよかったねってその時思いました。感謝です。でそのビルに移りましてから相田先生はちょっと体調を崩しました。それで自分の体調に合わせてものづくりをしていきました。で
これは今から思うと神計らいだったと思うんですが、いい作品がどんどん上がりました。で、宝塚出身の女優さんの舞台のドレスを手掛けることになりました。で、パラソル、それからヘッドドレス、それからドレスと、これは素晴らしいものが出来上がりました。ただ一つ残念だったことは、ヘッドドレスが先様と意見が合わず、相田先生も大変苦慮なさったんです。それで素人の私に、あなたの感性でやってみなさいって言われたんです。で、断りましたけれど、その時思い出しましたのがひとりさんのお話です。いいかい、失敗を怖がっては何も前に進まない、何でも挑戦してみることです、ダメならやり変えればいいんだよっていう言葉を思い出し、よし、やってみようと思いました。で、出来上がったヘッドドレスを先生に見せました。先生は、じゃあ先方に店に行っておいでって言われたんです。で、私は先生捨てちゃったなと思いながら、そのヘッドドレスを持って六本木のスタジオに行きました。で、なんとその、ヘッドドレスを見るなり、わあ、相田先生にお礼を言ってね、ありがとうって手を握ってくださったんです。で、もう本当に天にも昇る思いで、自分はもう本当に良かったって思いました。で、今までは本当に根拠のない自信だったんですが、わずかな根拠を自分で見出しました。で、その次に今度は丸勘さんのドレス、先生のピンクのドレスを上、この何て言いますか、バラの花をそのドレスにずっと立ち上げていくという作業でした。で、先生のシルエットを崩さないように、なおかつバラの花の付け方、色、大きさ、すべてあなたに任せるよって言われたんです。すごく嬉しかったです。で、一つ一つを大切に付けていきました。さあ、ドレスは出来上がりました。スピリチュアルメイクアップアーティストの増岡花江です。なんと花井社長がそれをコマーシャルでお召しになったんです。で、 99.9% 相田先生のシルエットと花井社長の美しさに助けられました。しかし私には一つ一つのバラの花が輝いて見えて、その時の花井社長はバラの花の妖精だったんです。で、その夜、もっと素敵なことがありました。杉ちゃん、花ちゃん綺麗だったよ、そのバラの一つ一つは杉ちゃんがつけたんだねって、みっちゃん先生からお電話が入りました。その言葉は今も耳の底に残っております。私は大社長の一つ一つの教えで大きく成長させていただきました。皆さんから温かい愛も頂戴いたしました。その時、私は遠くで響く感謝です。せーの、絶好調。ありがとうございました。認定講師の杉原信子先生でした。鈴木達先生をご紹介させていただきます。石川幸子先生です。よろしくお願いいたします。はい、じゃあスタートお願いします。こんにちは、まみちゃん地帯のマナ弟子の石川幸子と申します。よろしくお願いします。今日は母の話をさせていただきたいと思います。3年前に亡くなりましたが、生前私がひとりさんの本にはまり始めて、次から次へと本を買っては読んで、本を買っては読んでっていうようなことをずっと繰り返してて、だけどまだまだ天国言葉とかひとりさんの教えとかっていうのがまだ全然こう自分の身になかなかつかなかった頃、ある日突然うちの母が、
なんでそんなこと言ってんの？ひとりさんがこう言ってるじゃない、ああ言ってるじゃないって、知らない間に私が読み終わった本すべてうちの母が全部読んでてで、私よりもあのひとりさんの言葉とかもう体の中に入ってたんですよね。でそれで本当に驚いたんですけど、でそんな母があの1年3ヶ月あの病気が分かってから、で最後2週間ほど入院しまして、あの寿の命を迎えました。でもやっぱりひとりさんの天国言葉とか多分心の中でずっと唱えてたんだと思うんですね。入院するまで、全部自分のことも自分でやってましたし、で最後亡くなる前日はすごい苦しがって見えたんですけれども、まあ、ひとりさんがね苦しそうに見えても全然苦しくないよって言ってくれて、そういう言葉でも私も救われて、でうちの父の33回忌の年で、葬儀がおじいちゃんの命日の日だったんですけど、なんか本当にこう大好きな人たちに迎えに来てもらえたんだなと思って、よかったっていうか幸せだったんじゃないかと思います。そしてうちの母の命日が8月3日ですで、ひとりさんのお誕生日にうちの母もあの世の誕生日を迎えて、なんかすごく素敵な日に召されたなと思いましたで去年1年ぐらい前にそんな話をたまたまあの慎吾先生に話をする機会があったんですけれども、守られたねって慎吾先生が言ってくださった時に、あのすごく私の心がふわっと軽くなって、で、ああお母さん幸せだったんだと思ったんだけど、またちょっと時間を置いてから、いやお母さん幸せだったかもしれないけど、私がそういうこう丸勘の人たちの言葉でちょこちょこっていうかたびたびもう救われてるんだなっていうことに気がついて、もうひとり参会に参加したり、お1日や15日あとこういうお茶会とか、すべてなんか来ると自分が浄化されてるなっていう感じがすごくするんですね。でみんなと話をしたり、いいお話を聞いたりするたびに、なんかどん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 こう天国言葉とか以前よりも自分の体の中に入ってくるような気もするし、本当にもう憧れの伊勢神宮行ったことまだないんですけど、十何年も前から行きたいと思ってて、だけどここが私の伊勢神宮のような気がしてなりません。ありがとうございます。はい、ストップで。残り38秒。ありがとうございました。ありがとうございました。石川幸子先生でした。続きまして先生をご紹介させていただきます。新崎香織先生です。よろしくお願いいたします、はい、よーいスタート、はい、ついてるニコニコ会天使のお店の、会長のところにお世話になっている新崎香織と申します。よろしくお願いします。今日はちょっと皆さんの話を聞いて、すごい自分がこう成長してるなと思ったものをちょっと話してみたいと思います。私就職してから、すごい今までの親とか育てられた時に勉強しなさいとかそんなあんまり怒られたことがなく、でもその就職した時にやっぱカップラーメンとかそういうのも作ったことがなかったんです。親がやっぱり食べさせ体に悪いからっていうことで、たら職場に行ったりとかしたら作ってとかって言われて、って時間がかかったりとか、すごいなんかなんていうか仕事がちょっとうまくいかない時とかにすごい自分を責めて
いたなと思って、でその責めた自分がどんどんこう最初はあ間違った時とか私バカよねっておバカさんよねとか頭にこう浮かんでたんですけども、なんかこう周りの人がすごいできる人ばっかりだったので責め始めて、でそれでひとりさんに出会ってすごいなんかそのままの自分許しますとか、何ですかね、その嫌だよねとか一旦認めて、それからまたこう許すっていうのを教えていただいて、でそれでだいぶこう浄化されていったんですけども、ちょうど花江社長のワークでなんか叫ぶなんかクソジジクソババとかそれをなんか私そんな親に思ったことなくても言いなさいって言われてすごい言ったりとかたらしてたら、やっぱりちょっと そこまで今までの出会った人のやっぱなんかちょっと苦手な人が浮かんだりとかして、でなんかバカ野郎とか言えたんで、だそこでなんかすごいなんかまたそこでなんか全てのものが出ていった感じで、でそれで家に帰ってもすごいすっきりしてるし、ただなんか私アパートの近くに電車が通ってるんですけども、でそこで私すごいなんかここで叫んだらいいんだと思ってそこでなんか嫌なことがあったらわあ叫んで、だそれが今となっては今も結構電車が通るとか時とかにこう出くわすんですけども、今すごいなんか香里ちゃん大好きとか何ですかね、すごい香里ちゃん大好きとか香里ちゃんかわいいとか全部そういう言葉で、ちょっと一旦その車止まっててこう窓閉まってるようなと見てとちゃんと確認した後にわめいてこうその電車の踏切のあれでこう止まった時の電車の音でかき消されるから大丈夫と思って、ものすごい今叫んでますで すごいなんか自分を本当責めてた自分をこう全部取り除いてもらったの でそれでいい言葉ばっかり入ってるのですごい気持ちも軽いんだなと思って、ものすごく気づかされてから体も動くし、だからすごいなんかありがたいなと思って今日話を聞いてました。それと何ですかね、サプリを飲んでてちょっと気づいたんですけど、 手にこう年齢が現れるって言われますけど、なんか絶対20代の手だなと思いながらすごいなんかサプリのおかげだよなと思いながら今日なんかすごいこう作業しながら、あもうすごいなんかありがたいと思ってなんかすごい感じるし、ものすごくなんかそのあもう自分を大切にして本当、自分が食べたいものを食べてもう自分が幸せになればもう心も体も軽いので、何ですかね、簡単楽しい豊かになるなと思ってものすごくこう感じさせていただきました。以上、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。新崎香織先生でした。続きます、先生をご紹介させていただきます。小倉和也先生です。よろしくお願いいたします。よいスタート。はい、感謝してます。ひとりさんファンクラブマヌ弟子の小倉和也と申します。よろしくお願いいたします。皆さんの話を聞いてすごく勇気をもらってですね、その勇気を力に変えてこの5分間ちょっと頑張ってみたいなと思いますけれども、今日はですね、絆の話、それから自分らしくの話、この2つをしてみたいなと思うんですけれども、絆っていう言葉、なんか分かりそうで分からない言葉だと思うんですけれども、これ自分なりに考えてみたんですね。で、4つの要素があると思うんです。まず自分が皆さんをここに呼んだ、皆さんは僕に呼ばれた、これ2つですね。皆さんが僕をここに呼んだ、僕は皆さんにここに呼ばれた、この4つなんですね。で、これって全く対等なんです。皆さんと僕は対等なんです。で、この4つの要素が三つ編みのようにこう寄り集まって、これが絆なんじゃないかなって僕は思ったんですね。で、絆とはお互いがお互いを対等に見て、で、お互いがお互いを思いやる、これが絆なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。
で、対等に見るっていうことでちょっとひとりさんの話をちょっと思い出したんですけども、ひとりさんが あなたの仕事何やってるのって言って、自分は国会議員やってます、弁護士やってますとかっていう、まあ、いわゆる、まあ、ステータスのある仕事の人もいれば、日雇いでやってますとか、コンビニで、夜勤やってますとかっていう、まあ、そういう仕事もあると思うんですけども、いや俺にとってはみんないい仕事なんだよっていうふうにひとりさんがおっしゃってますね。まあ、仕事とかあと、まあ、人種とか肌の色とか宗教とか、まあ、そういったので区別しないで差別しないで、まあ、一つ一つ差を取っていくっていうのは悟りなんだよっていう、ひとりさんの話も聞いて、ああいいこと聞いたなとかと思いながら、まあ、絆の話、まあ、これが一つ目ですね。あともう一つ、まあ、自分らしくとか自分らしさって何だろうっていう、まあ、自分なりにこう考えてみたんですけども、3つのLikeっていう話をちょっとさせていただきますね。Likeっていう意味が、まず好きっていう意味があると思うんですけども、自分の好きなものをまず何でもいいから手当たり次第にまずやってみるっていうことで、自分は野球が好きだったので、まあ、小学校の頃とか野球やってたんですね。でその時に、まあ、イチローさんとか松井さんっていうのが、まあ、僕らの時代の、まあ、すごいトップアスリートで、まあ、よく見てたんですけども、でなりたいな、イチローさんのようになりたいなとかって思ってですね。でこの2つ目のLikeがそのイチローさんのようにとか、松井さんみたいな何々ようなっていうのも辞書の意味に書いてあるんですね。でその憧れの対象を持ってそこにこう目指して一歩一歩行くと、まあ、上達していくですね、季節して。でそうするとその楽しくやれてる自分は自分らしくになるんじゃないかなと思って、このらしくっていうのもLikeの辞書の意味に入っているの でまず好きなものを見つけて憧れの対象、第一線でやってる人がいると思うので、その人のようになりたいなと思って一歩一歩こう理想と現実をこう埋めていくみたいな感じで行って、でそれを楽しめてる自分は胸を張って自分らしくっていうふうに言えるのかなっていうふうに思いましたね。今日はですね、本当にこう素晴らしい集まりだと思う、本当に素晴らしい方々のこの絆の集まりの一員に自分もこう加えさせていただいて本当にありがたいなっていうふうに思いますね。今胸を張ってですね、自分らしいと、言える自分が本当に自分は大好きです。皆さんに感謝します。ありがとうございます。以上です。残り1分6秒です。ありがとうございます。絶好調。ありがとうございました。小倉和也先生でした。続きまつ先生をご紹介させていただきます。矢津聖子先生です。よろしくお願いいたします。すごい高かスタート。川崎から来ました矢津聖子と申します。よろしくお願いします。今日は最初にここに、私すごく方向音痴なんですけど連れてきてくださった皆様に感謝いたします。で、何話そうかなってやっぱりずっと思ってたんですけど、前回、1日1回いいことをしようっていう心に決めたことがあって、それをまだ続けてるんですけれど、毎日やっててすごく気がついた言葉が、みんなに何かいいことしたって思えるようなことであったとしても、皆さんから返ってくる言葉はいつもありがとうではなくて、すみませんって言われるんですね。で、すみませんって言われた時になんかすごく悲しくなってきて、で今日本の皆さんの言葉を聞いてると、すみませんっていう言葉がすごいたくさん出てくるんで、謝る時とか人を呼ぶ時とか、あとなんかこう教えてあげたことに関してありがとうの代わりにすみませんって言ったりとか、でこの間目の見えない方が女子トイレに入ってこられちゃったんですね。でその時に私はあどうするんだろうって思った時に、周りにいた女性はみんな避けたんですよ。
でもあこの人このまんま行ったら見えてないから絶対大変な思いしちゃうだろうなと思ったから、私はここは女子トイレなんですよって言って手を引いて男子トイレの入り口まで連れてって差し上げたら、やっぱりその方もすみませんって言いました。いやなかなか私はありがとうっていう言葉は返していただけないんだなって思った時に、自分の仕事を振り返った時に、この間まで私宝くじ売ってるんですけれど、ジャンボの時は繁忙期になってむちゃくちゃ忙しくて、あでも頑張らなきゃいけないと思って抗炎剤も9点を一生懸命毎朝飲み、そして感謝の天国言葉を朝出かける時に扉に貼ってあるのでそれを読み上げて、それからさあ行くぞって思って会社まで行くんです。でも会社行った時にまずは自分の席に座った時にやることはまずくじ切りをします。でそれからスタートしてお客様のシャッターが開いてお客様いらっしゃいませってした時に、必ず人にありがとうって言ってもらえないんだったら自分が言おうと思って、お客様一人一人にありがとうございますっていうのをずっとやるようにしたんですね。そしたら気がついたら一日にありがとうを1000回以上言ってるんですよ。いやこう言わなきゃいけないって思ってやってた時はすごく苦痛だったけど、今はちゃんとありがとうございますって頭を下げて言えれるようになってきて、で気がついたら朝8時からお店がスタートして、で最終日なんですけど夜終わったのが10時だったんです。で絶対に途中でもう音を上げちゃう状態だと思うんですよ、普通の方だったら。だけどすごい残酷なことに後ろの真後ろにエアコンがあるんですけど、エアコンが壊れちゃって熱風がブワーって出てきて、でお店の前がもう路面だから思いっきり反射熱で気が狂いそうなぐらい暑いんです。で後ろと前からもう責められて、わあでも私は頑張ってありがとうよと思って一生懸命ありがとうございますありがとうございますってやってたら、気がついたら喉がカラカラになるから、あこれはいけないと思って、飲む時間ないからしょうがないからマスクに豊か水をブワーってかけて、でそしてまた続けていたんです。でそしたら休憩時間の時にとんでもないことやってるんですね。頑張ってできてるんだけど、休憩室に向かってタイマーを押そうとすると誰か別の人のタイマーを押して大変なことになってて、でそんなことやった人間は一人も今までいないとか言って、 ありがとうございます。ありがとうございました。ヤズ聖子先生でした。続きます先生をご紹介させていただきます。四辻慎吾先生です。よろしくお願いいたします。用意スタート、四辻慎吾です、よろしくお願いします。今日何話そうかなと思って、まだひとりさんと会った時の話をしてないなと思って、今日は、16年前に初めて、ひとりさんと会った時の話をします。よろしくお願いします。でも本当に忘れもしないです。16年前の9月の4日の日曜日、江東区のね、砂町銀座商店街に最初、ファンクラブのお店があったんですけど、そちらで、よくなる祭りっていうのが開催されて、そこにね、今、みっちゃん大の主任をしている、ゆみちゃんと一緒にね、2人で、行ったんです。多分よくなる祭りっていうぐらいだから人がたくさんいっぱい来るから、早く行ってね、みんなに迷惑かけないように早く行って早くお参りして、でその時ひとりさんがアンパン奉納って壁紙に貼ってあったのにね、そのアンパン もらってそれですぐ帰ろうって
言って早く行ったら早く着きすぎちゃったんですね。1時間前にオープンの1時間前に着いてしまって、そしたらもうそのお祭りの準備が始まってたんですね。本当に知らない人たちがお祭りの準備をしてて、でお店の中から、誰かこれ運ぶのを手伝ってって、いう声がしたらですね、隣にいたヨミちゃんがはーいって言ってもう手伝いを始めたんですね。あーなんか手伝いしてるしと思って、でそうこうしてるうちに、あ、じゃあ今日手伝ってくれるお手伝いの方ここ集まってくださいって言って、僕ら別に呼ばれたわけじゃないので後ろでボーって立ってたらワッペンつけて、あ、じゃあ今日よろしくお願いしますとかって言って、え、どうしようかってゆみちゃんに言ったら、あ、いいよいいよやろうやろうって、あ、すごい軽いノリで言ってたの。じゃあ2時ぐらいまでやろうかって言って、で僕はその日冷えた缶ビールをね外でみんなに配っててっていうお手伝いをして、でゆみちゃんはお店の中で、ついてる神社のねお参りの仕方を、来た人に教えてたんですね。でそうこうしてお昼過ぎぐらいにちょっと時間は忘れちゃったんですけど、ひとりさんいらっしゃいましたっていう声が聞こえたんです。で僕は外でちょうどビールを配ってたんで、ファッてこう商店街のこう道をこう見たらですね、横一列に並んだ人たちがですねこう歩いてきたんです。でど真ん中にですね、黒いポロシャツを着て黒いズボンを履いて、で大きなペンダントをぶら下げた人がですねこう悠然と歩いてきたんです。でそれがね、その方だけは僕の 目に飛び込んできたんですね。あ、絶対この人が斉藤ひとりさんだと思ったら、まさしくその斉藤ひとりさんだったんですけど、ひとりさんがこうやってきて、でお店のドアを開けてね中に入ったんです。で僕も後ろからついてて中入ったんですけど、その時のお店っていうのはね入り口から入って奥についてる神社が置いてあったんです。でそこにゆみちゃんがそのお参りを教えるためにこういて、でそしたらひとりさんがねスタスタスタって、ついてる神社の方まで歩いていったんですよ。あ、でどうもって握手した、一番最初に握手したのがゆみちゃんだったんです。だから多分その時からね、やっぱりひとりさんとのご縁があったのかなって思うんですけど、でその後ひとりさんがねいろんな方と握手しながら、女性と握手する時にね、ごめんね結婚してるからお付き合いできないよとかって言いながらこう握手してた。いや面白いこと言う人だなとかって思って、でひとりさんが、みんなの前に立った時にね、私は、住所不定で、全国を旅するのが好きなんですって言ってね、いやなんか変わったこと言うなとかって思ったのがさ第一印象だったんですけど、で僕はその時ひとりさんの話は全然聞いてなくて、外でずっとビールを配ってたんで、でその時は外にね10人のお弟子さんがいらして、ひとりさんの中でずっとお話ししてて、でその時サンバイザーをつけてる女性の方がいて、すごいキラ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 笑って明るい方だなと思って、で僕全然わかんないんで、で誰かがみっちゃん先生って言ったんです。あ、この方がみっちゃん先生なんだ。で本の中で斉藤ひとりとみっちゃん先生が行くっていう本の中で、ひとりさんが、みっちゃんはウサギだよとかって言ってた時に、みっちゃん先生を見て僕は、あ、確かにウサギに似てるなとか、でその隣にいた、あ、終わった、ありがとうございます、絶好調、ありがとうございます、ありがとうございました。よくじしんご先生でした。本日の寺小屋お茶会も残すところ2名の先生方となりました。続きます先生はみっちゃん先生事務局の主任でもあります認定講師の四辻由美子先生です。はい、よろしくお願いします。よーいスタート。はい、ひとりさんファンクラブ出身みっちゃん先生のところでお世話になっております四辻由美子と申します。よろしくお願いします。もうなんか今すごい懐かしい話でスタートしまして、なんか本当になんか目の前にその時の映像がこうくっきりと浮かぶような感じで、懐かしく聞いておりました。もう本当にかれこれ15年16年前の話ですけれども、またいろいろねその辺の話も後々私もしていきたいなと思っております。今日は何を喋ろうかなと思ってましたんですが、この寺子屋お茶会
でちょっとお話ししたいと思います。一番最初にこうやって皆様の前でお話をさせていただく機会をいただきましたのが、その15年前にありました、いわゆる寺子屋講演会っていう時にですねお話ししたんですけれども、その時にはですね20分経ったんですよ。20分。でそれがその最初にね社長様方がお話ししたりとかして、で伝説のつや子49 のテープっていうかお話がひとりさんのね講演のお話がそのちょうど寺子屋講演会のその最後の鳥の時に一人だけこんなに長い話をさせていただきましたみたいな感じ、これも100回聞いてくださいとかっていうねつや子49あれがそのちょうど寺子屋講演会のその舞台の最後のひとり先生のお話だったんですけれども、で社長さんたちが話されて、スタッフさんたちが話されて、でだん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 こう私たちに順番が回ってくるんですよ。でその、いわゆるファンクラブの仲間たちがもう本当に自発的にねほらね、やりたくない人はやらなくていいよって、このひとり先生の教えの通りに、そのやりたい人からって言って、どんどん自分こう仲間がこういうすごい舞台で話をしだすんです。20分ので、人もすごいいっぱいいるんですよ。100人も200人も300人もいっぱいいるところで、で仲間が1人2人ってこう やっていくわけですね。で私本当に苦手だと、本当に喋るの苦手だって、こう人前で喋るのが本当に苦手で、もうでだけどみんな仲間が1人やり2人やりっていうと、もうわなんだろう、決して置いてかれはしないんだけども、仲間と一緒に行きたい、仲間と一緒に進んでいきたい、でみんなが成長してるのに自分だけなんかね、私も一緒に行くんだっていう、ね、私は前進します、みんなの待ってるところまでっていう、カードとかもバンバン引くんですよ。でうわやるしかないと、まあ、で やってでも本当にもうね、もう清水の舞台から飛び降りるような気持ちでやって、その、ね、でやりますって言って、そのやる公演が2ヶ月先だったので、1ヶ月に1回のだったんですよ。そので、で2ヶ月先にずっと練習するわけ、通勤の時とかに20分とかこう見ながら練習して、でも本当にもう、ね、舞台で倒れそうになるぐらい緊張して、でようやったんですよ。もうすっごい達成感で、あの時のあの緊張感があったら私なんか何でもっていうか、ほとんどのことはできるような気がして、すっごくいい経験させていただいたなっていう気持ちでずっといたんです。でここで寺子屋お茶会がやってきましたってなった時にすっごい楽しいんですよ、これ。で5分間っていうのを、でほらこう何回でも喋らせていただけるようなシステム、システムっていうかそういう流れじゃん。でほらね、公認講師じゃない、認定講師さんだったり、この回数を目指したりとかできる形になってて、でなった時にすごいなと思ったの。ここがその前のもう本当にもう ある意味前の時には中ですごい出し切り感が半端なくて、やった後に次やろうってちょっと思えなかったんです。あまりにも出し切っちゃってもう空っぽになっちゃったっていうか、もう私はもうやらないぐらいので、ね、もうやらなくていいんだ、もうやらなくていいんだっていう風な、なんかそっちの安堵感の達成感がすごくって、でもこれは何回もやりたい、この寺子屋お茶会のこの5分のは何回もやりたくって、でだから、ね、何回もやりたくなっちゃうんですよね。でそれがさっきね、どなたか簡単楽しい豊か、もうこれがもう本当にそのまま体験できるのがこの寺子屋お茶会だなってですごく思うのと、あとそのこの寺子屋お茶会が始まった時にそのみっちゃん先生にね言っていただいたのがね、もうひめちゃんもうね、終わっちゃったあ、この大事なところ、来週です、せーの、絶好調まあすごいいいとこで終わりましたね。ありがとうございました。認定講師の四辻由美子先生でした。それでは本日の大トリを務めていただきます先生をご紹介させていただきます。橋本誠一先生です。よろしくお願いいたします。よいスタートで、ですね、
橋本誠一と申します。千葉県の香取市から来ました。丸川のお店をやってます。今日は何を話そうかなと思ってすごくずっとあそこで考えてたんですけど、ちょっと飽きないの話を僕ひとりさんにたまたま ある場所でお会いして聞かせていただいたんですよ。で僕その時に丸カンをやり始めたばっかりだったんです。多分初めて3ヶ月ぐらいの時にたまたまお会いして、いいかい飽きないっていうのはねって、人は飽きさせないのが飽きないなんだよって言われた時に、そうか、じゃあ飽きないようにしようと思って、うち1000円カットもやってるので、どうやったら飽きないようにできるかなっていうのをすごく考えてたの でお店もそんなにまだ軌道に乗っていませんし、さあどうしようと思った時に、飽きさせないかって思って、ひとりさんからいつもほら天国言葉を聞いてるじゃないですか。でそれを嫁ちゃんと二人でやってたんですけど、それだけじゃダメだ、なんか違う変化をつけようと思って、ちょっといろいろやってて、で自分が飽きないのも大事だっていうのも教えていただいたので、じゃあ自分も飽きないか、じゃあ飽きないようにしなきゃ、じゃあここに、あ、僕ちなみに言うとディズニーが大好きなんですね。でちなみに言うとベルが大好きなんですよ。お姫様なんですけど、そういうフィギュアとかいろいろ置き始めてて、でお客様にこれ誰の趣味ですかって聞かれるので、あ、俺ですって言うとみんなちょっとびっくりするんですけどね、顔に似合わないというものがあったので、で顔に似合わないですねって言われる場合もあるんですけど、だけど、あ、こういうのも面白いなと思って、じゃあギャップのあるものを置こうと思って置いてたりなんだりした時に、飽きないか、自分で飽きないのもそうだけど人に飽きさせないのはどうしたらいいだろうっていろいろ考えてたら、お客様が、じゃあ字に私書いてあげるよって、書道の先生なんですけど、その方がたまたまうちに遊びに来てて、その人が字に書いてくれたんですよ。でその人も遊び心がある人で、ところどころにね、葉っぱのマークとかハートのマークとか入れてくれてたので、わあ、ありがたいと思って、それまだ未だに貼ってあるんですけど、こうそうやって貼ってあるものもこう定期的に変えないと壁と同一化しちゃうよって言われたので、すごく変えて、あ、いろいろ遊んでたんですけど、お店で。でそしたらお客さんはいろいろ協力してくれる方もいたので、いろいろ張り替えて遊んでました。それがすごく僕自分で商売を始めたばっかりだったので、すごく勉強になったし、あ、飽きないって大事だなって思いながらいました。以上です。残り1分38秒。ありがとうございます。絶好調、ありがとうございました。橋本誠一先生でした。はい、それでは、本日も、34人の先生方にお話をいただきました。大成功です。万歳をします。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃ。それではこれにて第9回ひとりさんファンクラブ展寺小屋お茶会終了となります。来週はここの1階展示室になりますので場所が変わります。来週もまたお会いしましょう。本日も誠にありがとうございました。